ということで、ミニマリスト相談会 in 沖縄ということで、普段の僕の家ではないんですけども、沖縄のミニマリストホテルですね。エミール・ナティジンというラグジュアリーミニマリストホテルというコンセプトの、ね、空間がございまして、そこから生配信をしております。これちゃんと音声聞こえてる？ちょっと待ってよ。っていうのでよろしくお願いします。最初ですね。生配信でこの、聞こえてるっていうので、いつも通り最初は僕が物を減らす方法とかミニマリストのことを喋って、でその後はこと質疑応答という形で、皆さんからのコメントを読んだりして相談会という形で、今回はですね、ただ普段の僕の家ではなくてちょっとホテルにいるので、ちょっとルームツアーをして、このミニマリストホテル、どんな構造になってるのか、ちょっとコメント読みながらルームツアーをしてっていう流れでやっていこうと思うんですけども、ちなみに、僕今沖縄に来ていてですね、3日目です、沖縄。っていう感じで、後ろがこんな感じになってます。なんと沖縄の絶景が、ただね、ちょっと今日曇ってるんですよね。本当はですね、晴れの日に来たくて、実はこのミニマリストホテル3回目なんですけども、外、実はインフィニティプールと普通にお風呂が貯められてっていうので、この沖縄の大自然を堪能しながら、このミニマリストなパッと空間が、楽しめるよっていう、非常に贅沢な空間になってるんですけども、ちょっと行ってみますかね。こうやって窓を開けると、こんな感じです。で、実は今回ですね、ご招待いただいてます。エミール・ナティジンさんから特別にご招待いただいて、別にこの動画を作るにあたってお金はいただいてないんですけども、せっかくちょっとご招待いただいたので、ちょっと個人的に生配信やりたいなと思って回してるんですけども、晴れの日を見てほしいと。僕もともとこのホテルをプライベートで利用して、で YouTube で生配信を、あ、生配信じゃない、ルームツアーをやって、で結構それきっかけで、このエミール・ナティジンさん、渋の YouTube 動画を見て、お客さんが結構渋さんきっかけで知ってきましたっていう方が増えたらしく、でぜひ晴れの日も見てほしいと。このね、真っ白で無機質な空間のホテルなんですけども、ぜひ渋さんが来た時、雨が降ってたんで、雨が降っていてですね、でこうもう真っ白い空間ではあるんだけど、ほら、よくさ、白い部屋あるあるなのが病院の部屋みたいとか、こう真っ白すぎて落ち着かないってことはよく言われるんですけども、ここですね、こんな感じで、ね、大自然が見えるんですよ。で僕が前個人的にプライベートで YouTube に来た時は雨が降ってて、でぜひ晴れの日にも来てほしいっていうので最初ご招待させてもらったんですけど、12月になんとその日も雨で、で今日3回目なんですけど、もう本当に晴れの日を見てほしいということで、もう一回来たらまた曇りっていうので いつになったら僕は晴れたこの空間を見れるのかっていうので、沖縄ってめったに雨降らないらしいんですよ。特にこの今帰仁、沖縄の今帰仁っていう場所にあるんですけど、このミニマリストホテル、基本晴れじゃない日の方がレアらしく、にもかかわらず僕もう3回来てるのに、今んとこ雨雨曇りみたいな感じなんですよね。っていうので、ただね、僕意外と曇りは曇りで真っ白、部屋も含めて真っ白な感じが続くんで好きですけども、っていう感じでエミール・ナティジンさんからお届けします。コメントが表示されねえ、見えたっていう感じですね。1泊6万円のところですね。ただ、部屋の種類がちょっとすみません、ミニマムの値段がいくらか知らないんですけど、
一番高いところで8万円の部屋と、僕が前回泊まった時の部屋は6万円と、でもう一個下のプランがあるんで松竹梅みたいな感じになってて、でここはもう一番上の部屋です。一番広くてベッド2つっていう、で僕一人で来てます。あのベッド2つあるから決して彼女と来てるとかいうわけでもなく、あの本当は1つのベッド希望してたんですけど、ちょっと空き、僕が来れる日がちょっとそのベッド1個のこの部屋が空きがないということで、あのまあちょっと2つ1人でこの2つのベッド、キングベッド2つあるんですけど、ちょっとね空間を無駄遣いというか無駄にベッド持て余してたりするっていうのがあってですね、そうなんですよ、あのっていうので、あのなのでこれが一番上です。で2人までなので、4人とか3人では来れないです。で一応なので2人まで割り勘はできますね、はい、意図的に2人までしか来れないようにしてるらしいんですけど、はい、っていうので僕はなので一番広い部屋かつベッド2つみたいなところを利用させてもらってます。渋さん映えますよねで言うと、ね、まあもう本当ね、あのこのホテルって一応ねコンセプトは、名刺もらったんだ、名刺というかこれエミールな記事で、ここに書いてるのがちっちゃくですね、エスケープイントゥミニマリストラグジュアリーというので、まあなんかミニマリストな贅沢な空間になんかちょっと現実逃避するみたいな意味なのかな、エスケープイントゥって書いてるけど、はい、っていうので、はい、そうなんですよ。でここ、まあ、結構ねミニマリストホテルっていうことを知らずに使ってる人意外と多いんじゃないかなと思って、結構インスタグラムとか見るとここね結構あの水着の女の子とかが、要はこの海沿いここ映えるじゃないですか、これも真っ白いスタジオアートギャラリーみたいな空間になってるから、まあ、どこで撮っても映えるんですよ本当に。ミニマリスト映え、ミニマル映えというか、本当写真スタジオみたいな空間なんで、まあ、例えばほらもうこれでもなんか様になるでしょ、適当にそれっぽい感じでポージングすれば、はい、っていうのでね、映えスポットいっぱいなんですよフォトスポットは。なんかよく見るのは女の子のモデルとかがこういうところでなんかポージングしてて、でカメラマンの人が一眼レフで写真撮るみたいな、結構そういうなんかあの撮影スタジオ的に使われてたりする空間でもありますね、うん、っていうくらいおしゃれ、はい、あのまあ結構ミニマリスト目指してるけど慣れないよみたいな人はね、ぜひここに来るとミニマリスト体験できるんでね、一日ぜひ来てみてください。物が多い人でもここ泊まると、あミニマリストいいなって、物が少ないってこんなにおしゃれなんだと。でもっと言うと、まあ、ミニマリストってただ物が少ないだけの人よりもなんかこういう、まあ別にねいいんですよ、ただ物の数減らすだけじゃなくてやっぱり空間もミニマルにスタイリッシュにみたいな、まあ、もともとミニマリストってこう物を持たない人ではなくてミニマルアートをする芸術家、ミニマルアートの概念から転じて物を持たない人っていう意味合いになってるのはよく話しますけども、でね、まあ、そもそも片付け、物を減らすこと自体アートの要素を含んでるんですよ。要素を減らせば減らすほどすっきり美しく見えるみたいな、まあ、別になんかここまで家具とかね、もうインテリア配置間取り全部徹底しなくても、まあ、ある程度物の数減らすだけですっきりするというか、まあ、皆さんもなんか引っ越しした直後の家ってすごいね、物何も置いてなくてガラーンとしててでも気持ちいいみたいな、でもそこから引っ越しのね、にほどきをするにつれてどんどん段ボール箱から物が散らかってって、あ汚ねえなみたいな、なんか引っ越したてが一番綺麗だったなみたいな話ってよくあると思うんですけど、はい、っていうので、うん、だからね、そうなんですよ、ここはミニマリスト体験、物が少ない気持ちよさも体験できる上に、そのミニマルアートデザインの要素、インテリア自体もミニマルな空間を楽しめるっていう素敵な場所で、僕はめちゃくちゃ大好きです。ここここからお届けしております。雨男、いやそうなんですよ、雨男なんですよ僕沖縄だって、初めて来たのが2年前なんですよ。2022年の5月にプライベートで来て、でそこで YouTube 個人的に撮影してっていうのが2022年で、去年12月ですよ、てか1ヶ月前にも実は僕沖縄来てて、
でその時にご招待いただいて、ぜひ晴れの日を見てほしいってので来たら、思いっきり雨ジャージャー降ってて、で今日来たらなんとかね、雨は降ってないけど曇りみたいな、この部屋で晴れを僕見たことないです、はい、っていうね。関東はもう暗い。そうなんですよ、これね、まあ、17時半にスタートしてるんですけど、夕方のまだちょっと明るいです。さすが沖縄。ちなみにもう沖縄はですね、全然シャツ1枚で過ごせるんですごい気持ちいいです。はい、まだこの明るさですよ、17時42分で。ちょっとね、まあ後です、生配信が終わったらあそこお風呂もためて浸かりたいと思います。はい、ちょっとね、また晴れの日にトライしたいです。で明日、一応明日の昼までいるから、まあ、チェックアウトするまでに晴れてくれたら嬉しいんですけど、多分天気予報を見てる感じ曇りっす、ね、で僕が帰った次の日晴れるらしいっす僕が帰った瞬間晴れるっていう、マジでついてない、はい、っていうね。まあでも別に晴れても曇りでもそれぞれまあ、曇りは曇りなりの美しさがあったりするので。ちなみにオーナーの方は曇りの方が好きって言ってました。なんかね、まあ青、まっさらな青が見えるのも気持ちいいですけど、まあ、曇りの白も意外と調和するっていうので、はい、四角で統一してある部屋、そうですね、確かに。何でしたっけ、あのホストのローランドさん、ね、ミニマリストで有名ですけど、なんか YouTube でもローランドの部屋、これが究極のミニマリストみたいな動画がなんかバズってるの僕見たことあるんですけど、なんか確かローランドさんって丸いものが嫌いみたいな、四角い角張ったものしか置かないみたいなで合ってますよね多分。そうそうそう。でなので、まあ、ここ基本四角かな確かに、このテーブルとかもっていうので、まあ、ちょっとじゃあルームツアーするか。そうそう、例えばね、このじゃあ四角のこのあのローテーブル、実はですね、これただのテーブルじゃなくて、なんとここでピカーンと、なんと明るさを調整できるっていう、これがまたね夜になると映えるし、でもっと言うと何にもない空間だからこそこの照明が映えるっていうのが本当によく思いますね、まあ、僕も間接照明が好きっていう話をよくしてるじゃないですか。我が家の部屋も物少ないけど割と間接照明多めに持ってたりとか、はい、こんな感じで実はあっちこっちで照明が調整できるようになっておりまして、まあ、ちょっと夜になったらまたつけようかなっていうので、まあ、実は結構この部屋間接照明がいっぱいあります。すごいよね。でここのここなんかここにコントローラーがあるんで、ここで調整ができるっていうような感じになってますね。でここで、まあのんびり海を見ながらくつろげるっていう感じになってますね。はい、うんうん、でですね、すごいですよね。で、まあ、こっちに、はい、ソファーがありますね。なんか白いなんか布というかレザーとかではなくて、まあ、ファブリックのこうソファー、真っ白ではなくちょっとベージュみかかった白みたいな感じかな。ここでのんびりくつろげますと。ちょっとアウトカメラにできるのかな、これこんな感じか。アウトカメラで、ああこれいいな、こんな感じです。はい、まあでも今日曇りなんですけどこんな感じです。画質がいいアウトカメラで撮るとこんな風になるんだ、はい、っていう感じで海が一望できます。これ今帰仁っていう、まあ沖縄の南側かな、ま、那覇空港、飛行機に乗って多分沖縄来ると思うんですけど、で空港から高速バスで、まあ、2時間くらい移動して、でそこからタクシーやら車やら乗り継いでっていう場所なんですけど、まあ、沖縄の北の方かな、割と場所にある今帰仁っていう、なんか今帰仁アグーとか、なんか豚肉が有名なエリアでもあるらしく、そこにあります、あの美ら海水族館とか近いです。なので、まあ、このホテル、まあ、一応ねホテル1日このエミール今帰仁のために1日用意しといて、でチェックアウトしたらその後美ら海水族館行くみたいなルートがおすすめですね。なのでホテルを楽しんだら美ら海水族館へっていう感じでですね、
まあ、さっきすいませんブレた、まあ、唯一丸いものがあるとしたらこれかな、ゴミ箱。ローランドさんは四角いものみたいな話をさっきしましたけど、これは丸かな、ゴミ箱は丸いですね、まあ、なんであとねそれくらいかな、全部四角にこのホテルがこだわってるのかは知らないんですけど、あとティッシュ箱も四角、まあ、うん、四角多め、はいっていう感じで、であとねすごいのがここ、まあ、書斎がここ、テーブルがここなんですけど、このなんだろう L 字ラックみたいなこのテーブルがすごい美しくてですね、これ別に置いてるものではなくても建築上そのまま一体化埋め込まれてるものなんで動かせませんこのテーブル、はい、でこれ何がすごいかって、まあ、要はもう本当に何も物置いてませんみたいな感じで、はい、この机が椅子があって、であそこに置いてあるものがですね、これがすごくて、はい、ちょっと待ってくださいね、ほスマホをかちょっと、はい、まあ、要は僕さっきここに座ってて、座って生配信してるんですけど、ここ見るとですね、なんと iPad が置いてあります。でここで、はい、例えば基本はね音楽が流れてます。最初ホテルに入った瞬間にこう聞こえるかな、こっちか、こう Spotify のアプリで優雅な音楽が聞けますと。でこれ要はペーパーレスなんですよ、紙が一切置いてありませんと。まあ、ホテル行ったら大体なんか案内とか Wi-Fi のパスワードとかなんかもろもろ紙で置いてあるじゃないですか、テーブルの上に。でそれが全部もうデジタル化、ペーパーレス化されていて、でここを押すとなんかそのいろいろチェックアウトは何時ですよみたいなのが全部見れるようになっててとか、そうですね、まあ、さっき言った音楽が操作できたり、あとホームページ、こんな感じで、ぜひホームページもねミニマリストっぽいんですよ、こういう感じの、はい、っていうので、まあここからエミールナキジンって調べたら、まあ、ここから予約できますね、はい、リザーブナウ、はい、こんな感じですね。部屋が3タイプありますと。53平米の、そうですね、僕が今泊まってるこの部屋が5万7000円から、スーペリアキング、ベッド1個のやつが5万2000円から、みたいな感じで、多分もう1個ちっちゃい部屋があった気がするけど、指定した期間が空いてないんかな。はい、こんな感じで、そうですね、空き状況が、まあ、エミール・ナキジンの公式ページから確認と、予約ができるよっていうので、まあ、ここ要はペーパーレス化されてあって、でここがはい、要は充電周りと間接照明、なんかね説明しづらいんですけど、ここ上にライトがついてて、はい、っていう感じですね、はい、うん、でこっちから見ると、はい、キングベッド2つ一人で寝るんですけど、はい、っていう感じですね、うん、いやーここ来るとマジでミニマリスト感性が研ぎ澄まされるというか、美意識上がりますね本当。そうなんですよ、はい、ちょっとねなんか少々お待ちください、コメントが、無駄がないテレビ埋め込んでる、そうなんですよテレビ埋め込んでるっていうコメントがあるんですけど、ちょっとこれに触れたいなと思ってて、そうそう、これがマジでおしゃれ、ちょっと待ってくださいね、まあ要はですねベッド元にテレビがあってですね、でこのテレビがなんと、シュッ、はい、こんな感じでこれ埋め込まれてるんですよ。でなんかこれね
マグネットで貼り付いてるらしくて、これめちゃくちゃ薄いテレビがなんかマグネットで貼り付いてるみたいな。だからね、なんかこれ一見埋め込んでると思うんですけど、なんか埋め込んでるってよりはシンプルになんかマグネットで薄いディスプレイが貼り付いてるみたいな。ほら若干厚み出てますよねみたいな。これちょっと俺もどういう設計になってるかちゃんとは把握できてないんですけど、巷によるとマグネットで貼り付いてるらしいですよ、この薄型テレビ。めっちゃ薄い。でここにオーディオシステムがあって、でこれでなんかネットフリックスとかが確か見れた気がする。やばいやばいやばい、 NHK や、やばい、怒られる、ちょっと待って、著作権的に怒られるっていうので、まあ、ここにネットフリックスとかディズニープラスとかがあるんで、まあ、ここで、あ、ついた、ネットフリックスが、あ、マッシュルや、なんかマッシュルの声優さんにフォローいただいたんですよ。話は関係なく面白いですよね。僕マッシュルに似てるって言われるんですよ。あ、すごい、待って、このテレビこれで操作できるポップインアラジン、アラジン X もこれにしてほしい。これ知らんかった。僕あの このホテル来て一切テレビつけてないんで、今まで3回もう3回目なんだけど全然ここでテレビ見てないから。そうそう、まあでもこれね、テレビというかネットフリックスとか見るのにすごいいいっすね。お、すごっ、最近のテレビってこんなハイテクなんや、こんな薄くてこれで操作できてっていうので、ルーム A だったかな、はい、っていう感じで、まあいろいろ見れますよっていうネットフリックス、はい、感じですね。でですね、ちょっと暗いな、照明つけようか。よいしょ、でこっち側も行きますね。ちょっとこっち側の電気もつけてきます。ほっしょ、ピカーン。でですね、はい、伝わってるかな。こっちがさっきのベッド でこっちがエントランス、玄関です。でね、実は玄関のドアもちょっとスマートロックみたいになってて、これ、まあ、こう横にして開けるんですけど、外側が暗証番号で入室します。なのでカードキーいないです。そうそう、あのホテル行ったらカードキーピッてしたり差し込んだりしますけど、それがなくて、あのチェックインの時に暗証番号を教えてもらえるから、それで入力すると入れるよっていう感じ、まあ、なのでホテルでよくあるなんか友達と来た時に片方しかカードキー持ってないみたいな、あれが防げますね。持ち歩きもしなくていいし。でここに鏡があります。入ってすぐ、エントランス入ってすぐにこう鏡があって、立ち姿をチェックできますと。でここにあるのが食料、僕がコンビニで買ってきた食料類、プロテインやらなんやら、あとお弁当、なんか沖縄県限定の今日の晩飯です。沖縄限定鶏彩り野菜甘酢タレ弁当、これを買ってます。はい、もうホテルから出たくないんで、まあ、近隣に飲食店とかあるにはあるんですけど、はい、もう僕は引きこもりたいんでコンビニでいろいろ買ってきました。であと面白いのがこれあれです、あの玄関がなんかその靴置き場がないというか、あれです、 あのアメリカンスタイルですね。あのほら賃貸とかでもたまにあるじゃないですか、その玄関から部屋の境目がないやつで、なんかこうここまでは靴置き場にしてるみたいな、まあ、そんな感じです。はい、っていう感じで、ここが一応靴置き地かで、玄関抜けるとですね、まあ、こっち側になんか僕が今日の旅行のカバン、このカバンできたんですけど置いてて、あとここに水回り置いてますね。あのネスプレッソのマシンとペットボトルの水と置いてあって、ここにも鏡がありますね。ですぐそこに、はい、じゃん、トイレ、トイレとあのこれです、シャワー、
もう鏡じゃないや、ガラスでスケスケの外の、そうですね、沖縄の絶景が見えるシャワールーム、鏡、エチエチすぎるということで、おしゃれ。このね、水回りもあとね、ミニマルな、これ見てください、これわかります？こうつなぎ目がなんかこう、こっから斜めに、要は水を出した時にこっから斜めにこう水がはけていって、ここに流れるみたいなシステムになってて、で、ね、細部が本当にこれ、この感じも段差がない、シームレスな感じもミニマルな風になってて、あとね、僕が一番感動したのはここですね。ここをピーって開くと、まあ、ダイソンのもうミニマリスト御用達のヘアドライヤーというか、まあ、一番ね、デザインがミニマル、ミニマリストの象徴みたいな感じのヘアドライヤーですけど、ダイソンが置いてあって、でなんとここに見えます、ここになんとコンセントプラグがあるので、このまんまここにさせますと。はい、なのでここからそのまんまヘアドライヤーがセットできるという紙仕様。もう全ての賃貸マイホームとか、僕マイホーム作る時もこれ絶対真似しようと思いました。これこのこんまんま、要はドライヤー収納できるからケーブル配線ごちゃごちゃしないっていう、これマジ天才っていうので、僕ケーブル配線アレルギーなんで、はい、っていう感じで、あとはまあフェイスタオルとか置いてありますね。ここにもトイレがあったり、あとなんかね、細かいところなんですけど、なんかあのシャンプーがこれ、ちょっと僕詳しくないんですけど、フラーマって読むかな、なんかミニマルなフォントパッケージ、これシャンプーかな、はい、ハンドウォッシュだった、これで手を洗うと。まあ、なんか基本的にシャンプー、ボディーソープ類も全部一緒ですね。同じものがあそこに置いてありますと。はい、であとね、地味なところなんですけど、ここちょっとカメラのアングルがすみません、むずいな、ほっよいしょ、はい、こんな感じで、はい、シンプルな感じです。でさっきのシャンプーはここに3つ、同じブランドのものが置いてあると。あとコップもこんな感じです、はい、透明のグラス、はい、っていうのがこういうふうに水回りになっていて、よいしょ。で、まあ、さっきのところ、実はですね、あの冷蔵庫、これ冷蔵庫あるんですよ、ここ。なんとここをピッと押すと、はい、冷蔵庫あります。もう冷蔵庫すらも収納しているという、はい、生活感のない収納で、ここ開くとじゃじゃん、これなんと備え付けです。なのでホテル代金の中にこれが全部組み込まれております。お水とハーゲンダッツ、クッキー&クリームとストロベリーですね、はい、あとアーモンド効果、ちなみに僕らのナッツアレルギーなんでダメですね、これ飲めません僕、はい、とあとトロピカルジュース、はい、あとオランジーナ、オランジーナ飲みて、ちょっと今飲みます、生配信しながら、いただきます、はい、ちょっと待って手が塞がってる、はい、まあ、要はここに、はい、冷蔵庫がありますよという、であとここにもなんとじゃじゃん、これねめっちゃこだわってるらしいんですけど、まあ、僕ちょっとオーナーさんと直に話させてもらって、でね、これかな、このネスプレッソのこれ、これがもうね、要はこの備品の一個一個ミニマルデザインのものを追求して探しまくったと。でこのネスプレッソのこのなんていうのかな、この、はい、こういうミルクのあれとかみたいな、ちょっとなんていうか分かんないけど、この形形状見てください、これ無機質なシームレスな感じ、なんかいろいろ探しまくってこれに行き着いたらしいです、はい、エミールな基準って書いてますね、まあ、なのでここでなんか
あのコーヒーエスプレッソ類がいろいろ楽しめるよっていうので、なんかこういう備品もすごい一個一個こだわり抜いたらしく、このケトルもそうです。なんかねケトルはまだちょっと他に探し中みたいな言ってましたね。なんかそれこそケトル、ミニマリストのケトルで有名なのってなんかバルミューダの細いやつとかもなんか聞いたんですけど、なんかそういうのじゃなくて、そうそう、まあ、でも質感はすごいねこのホテルと合ってるタイガーのケトル、はい、っていうのでなんかね一個一個本当にデザインめちゃくちゃ何置くか一個一個こだわって置いてるとのことで、そうここに実は収納してあると、はい、ちょっとオランジーナ飲みたいけどちょっと待ってね、ルームツアー終わってから。であのクローゼットがなんとここにあります。実はそうシュッとここも押し込むとババン、はい、こんな感じで見てこれハンガーが、ハンガーがなんとトライアングルミニマルハンガー、おしゃれ。まあなんかぶっちゃけあの肩はだいぶとんがってるから服のあれはなんだろう、機能性的にはあれだけどもデザイン全振りって感じしますね。この三角形のハンガーかっこいいよねこれ。でこう吊るすっていう、ね、こんなハンガーあるんかいっていうので、ここにバスローブが2人分かかってますが僕1人です、はい、ってんで、あとバスタオルが上にあったりしますね。まあこんな感じです。あのこの余白あれあのピンクの人に見せてあげたい、あのピンクの人の動画見ました。あの2日前に片付け動画、視聴者さんの家に行って片付けるっていう動画出したんですけど、ね、クローゼットをぎゅうぎゅう詰めだったのにこれ余白とか言ってそうそう、これが本物の余白です。であと傘があります。なんで旅の最中にいきなり傘が降っても大丈夫。これしかもエミール泣き人のロゴがついてるんですよ。なんとオリジナルの傘ですこれ、はい、っていうので特注の傘が置いてあるので雨が降っても安心。あとね下にトイレットペーパーが2つあります、はい、っていう感じですかね、はい、うんうんうん、まあ、ルームツアー以上かな、他多分見せれるところは大体見せた気がします、はい、以上ですね。ちょっと夜暗くなってきたんでね、ちょうど18時くらいになってくると、うん、暗くなりますね、はい、で間接照明もつけてますもう、なので夜仕様、間接照明つけるとこんな感じで、そうミニマルな空間だからね照明が映える、そう、はい、という感じでオランジーナいただきます。よいしょよいしょ、ほぼそうだ。あと告知です。2月7日あの水曜日19時からですね、東京代官山蔦屋書店であのイベントがあるのでぜひ来てください。概要欄に申し込みのリンク貼ってあります。まあ、ちょっと席数もちょっとずつもう減ってきてるのでお早めにぜひお待ちしてますっていうので、おうまオランジーナ久しぶりに飲んだ、はい、っていう感じで、まあ、ここから物減らし相談会始めます、はい、ですね。うんうん、床の素材は何ですか。あ、そうそう、あとなんかね僕裸足で歩いてるじゃないですか、なんか多分それ気になったと思うんですよ。これホテルのオーナーさんから言われたんですけど、あえて裸足で歩いてほしいと。なんかね素材わかんないです、ごめんなさい名前わかんないけど、なんかねめっちゃ気持ちいい、本当に裸でじゃない、裸足で歩きたくなる感じ。うん、なんかコンクリートでもないし、サラッサラしてる気持ちいいコンクリートなんだこれ、全然わかんないです。はい、裸足推奨ですこの部屋は。まあ、あとね沖縄涼しいんでね、はい、いいっすよね、はい、照明つけます顔が暗い、よいしょ、
すいません、なんかね、コメントがあれなんだよな。ピンクのみーさん、今後が楽しみで言うと、あのピンクの方、最近片付けをしたんですけど、出張片付けで、まあすごいゴミ屋敷の全身ショッキングピンクの48歳女性看護師の方を片付けたんですけど、その方が理想としてる部屋がここです。あの動画見てくれた人は分かると思うんですけど、エミール泣き人がなんか理想の部屋ですみたいな、真っ白い部屋に憧れてみたいなことを言ってて、実際あの方の家具とか部屋も真っ白い感じだったと思うんですけど、まあ、それがゴミに埋もれて全然その白さが分からないみたいな感じだったけど、あの方が言ってた理想の部屋っていうのはここですね。このエミール泣き人、はい、ここより白いホテルを僕は見たことないっていうので、はい、ぜひなんかあのね、まああの方ぜひ来てほしいですね。まああのお金貯めて、僕があんだけねもうお片付けしたんでお金も貯まるでしょう、無駄遣いしなければっていうので、まあ、1泊6万円くらいから来れるんで、ぜひあのピンク色のみーさんね、こう来てほしいですね、ぜひぜひ。で今後がちょっと待って、照明の当たり方が微妙だな、はいっていう感じですね。であと今後の片付け動画、次2月3日土曜日に上がります。一応ストックが5本ぐらいあって、片付け動画まだ編集終わってないけどね、5人分ぐらいストックがあって今、まあ、それをこれから毎週土曜日にちょっとコンスタントに出していくみたいな形で言うと、あのピンクの方はもう一回多分動画撮りますね。なんか福岡に来るらしいです。あの僕の住んでる福岡の部屋に来たいとのことで、そうですね、東京じゃないや、関東から来てくれるらしいですね。とかあとホナミン、あのこたつの部屋のホナミンとかも来週かな、来週結構あの要はミニマリストになって物を減らして、で東京都心部の高い家賃を抑えたいみたいなので最近引っ越してたんですけど、なんかね僕の企画で減らしてからかなりミニマリスト志向になってて、でね実際にもうなんか、まあ、まだ言わない方がいいか、あれいらないこれいらないみたいな、なんか僕にその家具の相談、これ買った方がいいかなとかいらないかなみたいな LINE で随時なんか受け答えしてるんですけど、なんかめっちゃミニマリスト志向になってて、だいぶ多分あれよりもの減ってますね、うん、なんかもうここだけの話、あのこたついらないとか言ってましたねこたつ女のイメージだったけど、なんかもうこたついらないかもみたいな言ってましたね、はい、っていう感じでかなり影響されてるみたいです。なんか照明微妙、よいしょ、はい、っていう感じで、で今後どんな人、あと2月3日に上がる人はあの前僕のお正月動画に出てた女性の方で、まあ、小倉地元北九州一緒の方で、あれですね、55歳です。55歳の女性の方なので、まあ、結構参考になるかなと、近い年代の人は。あの一応僕の片付け企画、一番年下は20歳、20歳の大学生の子が一番下でカバンの中片付けて、でそっから多分20代半ば30前半で、この前のみーさん48歳で、次来週上がる方が55歳なんで、結構20代から50代割と網羅的にやってきたかなということで、でねやっぱね物ってね年齢重ねるほど減るのが遅くなります。そう、その話を今日したくて、でまあ僕ね多分ね片付け一気、まあ、僕基本的に短期集中で片付けろって話をしてるんですけど、多分1日2日であんな風にガーッと減らせる年齢の限界は多分65歳までな気がします。多分健康な60歳前半の方だったらギリ僕の企画に出て多分なんとか片付けられます。もう健康な65歳でもう多分それが60後半とか70代80代になってくるともう難易度が爆上がりしますね多分。てかまあ多分正直50、60でも結構なかなか、まあ、あのミーさんピンクの方とかはもうめちゃくちゃ捨てれる方だったんで、まあ、で48でまだ看護師されてる方だから体力があるから結構バサバサ捨てれましたけど、そうなんですよ。だからね、まあ、次の方55歳なんですけど、まあ、実は一番物も多いです。やっぱり生きてきた年月がね、あのその分物も多いし、
やっぱりちょっと体力的なところも含めて、あともっと体力もそうだし、やっぱなんかこう物って持てば持つほどそのね長年取ってきたからみたいなので捨てづらくなる。まあ、要はこれあのサンクコストバイアスとか言いますけど、サンクコスト理論みたいな。まあ、要は人間かけた時間とお金の分だけ手放しづらくなるっていう、まあ、これは何でもそうですね、うん、まあ例えばなんかこうホス狂いって言われる方とかっているじゃないですか、とか何でも、まあ、依存症って言われる人全般、例えば、まあ、ホスト辞めたいと思ってるけどもう担当の人にめちゃくちゃお金と時間を注ぎ込んだから辞めたいと思ってもなかなか抜けられないとか、まあ、恋愛とかでもそうかな、大して好きじゃないんだけど、ぶっちゃけそんなときめいたりとか一緒にいて心地いい感じじゃないんだけど、惰性というか、まあ、惰性の付き合いの時ってなんか長年付き合ってきたし、なんかいなくなると寂しくなりそうみたいな、そのね、そんな感じです。費やした時間とお金の分だけそれに価値を感じるようになってしまうから判断を誤っちゃうんですよね。それ価値がないはずなのに時間とお金をかけたから、これはもう学生時代からこう新社会人の時に買ったスーツだからみたいな、若い頃からずっと残してきたものだからもう今いらないのに、全然使わないのに捨てたくないみたいな価値を感じてしまうみたいなのが、これ年齢重ねるほどどんどんサンクコストがかかっていくんで、まあ、手放しづらくなるよねっていうような話なんですけど、まあ、なので次上がる方は結構大変ですね。はい、物をダントツ過去一多いかな。で次に上がる方が、まあ、同い年の夫婦ですね。ついに夫婦を片付けるっていう、今まで一人の人を片付けてきたんですけど、ね、まあ、やっぱりねパートナーがいるとなかなかこの出演のハードルが上がるんですよね。家族に許可取らないといけないとかね、まあ、部屋を写すのもそうだし顔を公開するのも含めて、まあ、結構パートナーってな家族だとちょっとハードルが上がってくるんですけども、次は夫婦の方です。もう旦那さんも奥さんも両方男女で出てきてくれるんでっていう、で女の人がミニマリストで、男性の人が、まあ、あんまミニマリストじゃないみたいなところで、ただ結構旦那さんミニマリストじゃない方の方を結構片付けてスッキリしたっていうのは、企画が多分再来週ですねっていう感じで、なんかいろんな家族形態年齢の方男女を含め今撮っていってるので順々に上げていってますね。はい、なのでお楽しみにですね。生渋初こんにちはっていう感じで生配信やってます。はい、あちなみに明日もやります。ちょっと平日の11時で申し訳ないんですけど、ちょっとまたこのホテルから生配信をもう一回やります。はいですね。思い出が増えていくし、もらったものに勝手にストーリーをつけて妄想で人の思いを感じします。あーなるほど、そうですよね。人からのもらい物をなかなか結構減らすときに思いというか、人からもらったしなとかで、さっきも言いましたけど特に年齢を重ねるとサンクコスト取ってきた時間が長いからもったいなく感じるっていうので、ほなみんちゃんの努力もすごい。いやそうなんですよ、ほなみんもあれすごいですよね。あのこたつ部屋の結構あの子も本当に1日で終わったんで、1日であそこまで減らしたから、まあなのであのほなみんとピンクの方が、まあ、結構過去一捨てるペース早かったかなっていう、ガラリと変わりましたよね。2人ともお部屋の住人だったじゃないですか。お部屋の住人ですら1日片付けたらあそこまで減るっていうので、ぜひで言うとね、まああとお部屋の人ばっかり片付けるのもなんかなと思ってて、まあ、片付け業者ではないので僕なので、まあ、なんかいろんなパターン、次行く方は過去一物は多いんだけど、それは物置部屋があるんですよ。そうそう、普段のリビングとか生活圏内はもうミニマリストっぽいというか超スッキリしてるんだけど、物置部屋があってそこの物の量がやばいから、パッと見生活は全然ゴミ屋敷じゃないどころかもうすごい金持ちそうというか、すごいスッキリした空間なんだけど物がダントツ多いしクローゼット散らかってるみたいな方ですね。はい、とかさっきの夫婦の方は部屋も超ミニマリストです。だけど押し入れとクローゼットがやばいみたいな、まあ、なんかそのいろんなミニマリストに近づいてるけどあと一押しみたいな人とか、物置部屋があってやばいみたいなとか、まあ、いろいろゴミ屋敷の人も行くけど、まあ、ちょっといろんなところ行きたいと思ってますね。うん、はいですね。うんうん、
あ、物が少なくて熊本地震は最小限の被害で済みました。おお、ね、そうなんですよ。まあ、昨日のピンクの方もね、東日本大震災で物がどんどん流されていく姿を見て、もう物を収集することを冷めてしまったというか、物を減らし始めたと言ってましたが。ですね。ですね。おお、渋さんマインド見習って捨て活中です。今日椅子やツールメルカリに出品しました。一人なりもっつりだね。お疲れ様です。ちなみになんかね、次、夫婦の方かな。夫婦の方は結構粗大ごみジモティで出して、びっくりした。結構ね、ゴミ袋に入らない粗大ごみって、まあ、僕基本的にゴミ袋で捨てることを優先してるんですよ。まあ、物の量によるけど、物が大量の時は基本捨ててゴミで捨ててくださいって言ってるんですけど、粗大ゴミってゴミ袋入んないじゃないですか。で、粗大ゴミチケット買ったらまあ300円から500円600円とかするし、でもっと言うと回収遅いじゃないですか、粗大ゴミの回収。まあ、市によってはなんか1週間後2週間後とかで、その粗大ゴミがずっと家にあるのってちょっと嫌じゃないですか。で、僕だからジモティっていうサービスをおすすめしてるんですけど、もう0円、あんまり値段つけずに、まあ、0円とかで出品したらもうすぐ来るんですよ。っていうので、この前ね、片付け6時間くらいやったんですけど、6時間の片付け中にジモティ出したらもうすぐ引き取り手見つかって、片付け中にわざわざ家に引き取ってきてくれたっていう、なんか3段ボックスかな。ね、ミニマリストの天敵、3段ボックス。あれをジモティ出したら速攻引き取り手がもうマンションまで来てくれてっていう、やっぱジモティすげえなと思いましたね。そんな早く来るっていう、0円で引き取ってくれるんで本当ありがたい。渋さんがピンクの人っていうのじわる。そう、まあ一応ね、名前はミーさんです。ひらがなミーですね。そう、ただまあピンクの人っていうのは一番わかりやすいなと思って、ミーさんって方です。なんか沖縄でオランジーナってすごい似合うな。なんかオランジーナって沖縄っぽさあるな。なんでだろう。ハワイアンな感じかな。ああ、親が亡くなった後の整理が大変だよね。物が多いと。そう。まあ、ピンクの人も終活、生前整理で、まあ、家族とかに迷惑をかけたくないっていうところで物減らし始めましたけど。そうですね。で、さっきも言いましたけど、まあ短期集中でバッと片付けられる年齢の限界はまあ65歳までじゃないかみたいな仮説ですけど、そうなんですよ。だからね、70、80、90とかになったらもう、まあ、僕のおばあちゃんとかそうなんですけども、認知症になったりとか、まあ、その時に生前整理しようと思っても遅くて、だから皆さんもぜひおばあちゃんとかお母さんが、もうね、50代の時からもう話した方がいいと思いますね。もう60、70とかになったお母さん、おばあちゃんに、これ減らしていいって聞いても、もうね、要は、物減らすのってすごい知能労働なんですよ。そう、めちゃくちゃ頭のエネルギー使うから、年齢重ねるとそこの判断力が鈍るし、スピードも遅くなるから、なかなか減らないんですよね。で、さっき言った僕のおばあちゃんも90歳ですけど、もう当然認知症で今入院してるから、あれどうしたらいいとは聞いても、もうね、返答できないんですよ。てか答えが当てにならないから。そうそう。だからまあおばあちゃんのものとかはもうね、おばあちゃんが健康なうち60代とかにちゃんとそういう話をしとけばよかったなっていうのは思いますけど、まあ、おばあちゃんだってもう、僕が29歳でしょ。いや無理だな。それは僕のお父さんお母さんがやるべき仕事だったんです。おばあちゃんが60代までにちゃんと生前整理というか、物の後始末どうしていいかっていうのを聞いとかないといけなかったんだけど、もう90歳でもう寝たきりだからもう遅いよねっていう話ですね。だから僕のお父さんお母さんも今50代ですけど、まああと10年以内にある程度物の後始末は聞いとかないといけないっていう段階ですね、僕も。っていうね。確かに70とか80の人に整理してって言っても理解できるだろうね。そうなんですよ、本当に。健康寿命で言うと多分ちゃんといるいらないの判断ができるのはもう60代までですね。絶対。60前半できたら。
な気がします。はい、なんですよね。まあ、あと死後、もう死後の後、まあ、もう僕はもう別に死後のことは、まあ、そうですね、まあ、捨てちゃってよくねとか思っちゃう派ですけど、うん、死後のものの後始末なんて分かんないから、家族に迷惑かかるくらいの物量が残ってるんだったら、それはもう家族の判断で捨てちゃっていいと思いますけど、はい、まあ、家族が残したいって言うんだったらまた別ですけど、おばあちゃんの形見としてね。でもそうでもないものだったらもう僕は多分捨てちゃいますね。はい、片付けは力仕事でもあるので体も若い方がいいですよね。そうなんですよ、ね、あの、まあ、よく言ってますけど、物を減らすのはスポーツっていうので、ゴミ袋に詰める、分解する、移動させるっていうのは本当に体力使うんで、だから僕も今そのこの片付け企画をなんでこんなにいっぱいバンバン空いてるかっていうと、今28歳、3月で29になるんですけど、これ若いうちじゃないとできないなと思いました。だってもうすでにきついもん普通に1日8時間10時間くらい皆さんのご自宅にいて片付けるんですけど、もう次の日ぐったりですもんね。そうだからこの YouTube 企画、若いうちにやっとかないと、これもう年取ったらできないなと思って今焦ってやってますね。なので週1週2でコンスタントに、ちょっとまあ週1は上げたいですね。そうなんですよ、前とか5日連続片付けたんですけど、1ヶ月で 2,3 キロぐらい痩せましたからね、っていうね、はい、渋さん自体の葬式などの手配はまだしてないですね。僕が死んだらどうするかみたいなのって誰に伝えたらいいんだ、これお父さんお母さん直葬でいいよっつって、まあ、家族だけでこじんまりやってくれたらいいかなっていう、はい、僕が万が一なんかこの若さで交通事故に遭って死ぬとかがあればですけど、確かに僕も、かくいう僕もまだそんな最悪、そうですね、例えばじゃあ僕が最悪なくなったらこの YouTube チャンネルの権利は誰に渡すかとかって常に考えておかないといけない話ではありますので、ね、それこそまあ僕も定期的にお仕事というか、一応ね、まあ3人に毎月お給料というか、まあ報酬払って動画編集してくれてる人とか、インスタグラムの投稿作ってくれてる人とか、まあ一応毎月ね、お金渡してるわけだから、まあ極端な話、僕がいなくなったらその方が路頭に迷うってことはないにしろ、まあ困るわけだからね、そういう時確かに後始末どうすればいいんだろう、はい、この若さで考えることってなかなかないですからね。まあ、なんか一番いいのはあれですよ、まあ、地域あのビットコインとか流行ったじゃないですか、とか、まあ今流行ったというか、まあ、最近なんかあの株と同じ扱いで ETF 認証されましたけど、あの、まあ、ブロックチェーンですね。ビットコインの何がすごいかって、ね、そのブロックチェーンっていうシステムがあって、まあ、例えば極端な話、なんか僕の YouTube のシステムとかにそのシステムを導入しておいて、なんか僕が死んで、で更新、例えば YouTube の更新がもう1年以上ありませんでしたとかなったら、それは僕が死んだっていうような判断をしてもらって、でその YouTube のログインとか権利を決まった人にこの人にしてくれみたいなのが指定できたらいいんですけどね。そういうプログラムがなんかあらゆる SNS に組み込めたらさ、例えば Twitter、Instagram、TikTok、ブログとか何でもそうです、まあ、1年2年更新がなかったら死んだ扱いでとか、なんかね、権利が誰かに動くみたいな、自動でプログラミング組めたらいいんですけど、とか、まあパスワードをまとめたメモ帳とかを、なんかそういうのプログラム組んでみたいなのがいいかな、そしたら勝手にログインしてもらってみたいな、なんかそういうシステム誰か作ってくんないかな。遺書じゃできないんですから、まあ、そう、遺書的なものをちゃんとデジタルで仕組み化したいっていうのを思いますね。サブスクも誰かが止めない限りずっと引き落とされちゃうから、分かるように書き留めしといたりするべきな。そう、なんかありますよね。なんか携帯料金の支払いとかで、なんかそういうニュース、その使ってた人の引き落としが永遠とされるみたいな、なんかそういうニュースをなんか見たことあるな。はい。っていうね。さっき着ない服を売りに行ったら1万円になりました。おお、すごい。服で1万円になるのはすごい。
まあ、服は売りやすいですよね。まあ、僕基本的にあと売る譲るやらない方針で動画内では語っててるけど、まあ、それがある程度物の量が、まあ、ある程度売っていい段階の人と売っていいものっていうのがあると思ってて、でまあ僕結構 YouTube でも片付け企画の動画で、売ってる動画と売ってない動画ってあって、売ってる動画はだいたいブックオフとかに持ってってるんですけど、まあ、服とか、まあ、高級家財が見つかった場合はさすがに捨てるのもったいないから使ってもらえる人絶対いるしね、値段がつくってことは需要があるからとか、紙の本と服は結構僕持っていくこと多いですね、その値段がある程度つくものに関しては。そうそう、まあ紙とか服って意外と簡単に、まあ、持ち運びも楽だしとか、まあ、紙の本は意外と値段つくし結構片付け、だから僕の YouTube の片付け動画の中では片付け終わったその日中に持っていけるんだったら OK っていうルールにしてて、で要は僕、売る譲るで後回しにするのが良くないからゴミで捨てましょうって言うんですけど、まあ、要は情熱にも賞味期限があると、そのメルカリに出品する持っていくとかで後回しにして物置が眠ってるパターンが多いから、僕の片付け動画内で片付け終わったらもうその後すぐカメラ回しつつ当日中ですね、だから皆さんもできたら片付け、まあ、僕短期集中でよく片付けろって言ってると思うんですけど、まあ、1日2日それこそなんか土日の連休とかゴールデンウィーク年末年始大型連休の時にまとまった時間を取って片付けろって言ってると思うんですけど、その中にちゃんと売る場合は売るとこまで含めてください、あのいるいらないでゴミ袋に詰めるだけじゃなくて、ちゃんと売って手放すっていうところまでが片付けなので、なのであの1日この日は片付けの日って決めたらゴミ袋詰めるだけじゃなくてちゃんともう持っていって終わらせるっていう、そうそう、だからねその日中ですね、その日中にやらないとその情熱にも賞味期限があるっていうように、あもう次の日あの朝起きて目覚めると、あもうなんかめんどくさいしいいやみたいな後回しにしちゃうんで、その日中にやれっていうのを言ってますね。っていうので1万円になったのはすごいですね。はい、うーんっていうね、すごい捨てれば本当に大切なものが分かりますね。ここ数年で45リットルゴミ袋50袋ぐらい捨てましたっていう、なんか僕もう物減らしすぎて何リットルのゴミ袋を何袋捨てたらみたいなのがもうね言われると脳内で変換できるようになりましたね僕あのピンクの方は70リットルの袋を28袋捨ててるんですよ。だからそれと同じぐらいかな、この45リットル50袋っていうのは、っていうのはもうねゴミ袋の数で大体どれだけ捨てたのかがあの脳内変換できるようになりましたね。メルカリやジモティーのある時代に生まれラッキー、いや本当そうなんですよ。そうそう、だから今の時代に物減らせない人はもう今後も一生減らせないというか、まあ、ミニマリストがじゃあなんでここまで流行ったかっていうとスマホの登場っていうのをよく言ってるんですけど、まあ、スマホのおかげで例えばじゃあ思い出のものを捨てるときは写真撮って捨てましょうっていうのをよく言ってるんですけどとか、まあ、スマホをこんな感じにキャッシュレス、スマホを財布代わりにして、僕はもう財布持ち歩いてないんですけどこれだけでとか、ペイペイクレカで払えるから現金キャッシュレスがいらないとか、で昔はみんな音楽を聴くのに iPod とか持ち歩いてたと思うんですよ。 iPod とガラケー持ってみたいな。でも今もう別にさ音楽もこれ、ね、iPhone で聴けるしスマホ1個で聴けるし、なんなら音楽も昔は MP3 とか多分みんなツタヤとかゲオに行って CD をそのねパソコンスマホの中に取り込んでみたいなとか、なんか CD をダビング DVD かダビングとか、まあ、要はそういうもともと音楽データっていうのを MP3 とか MP4 に変換して、でそれを自宅パソコンで見るみたいな。でも今ってもうサブスクの時代になってもストリーミングでいいじゃないですか。もうその MP3MP4 しかいらないみたいな。そうそう、データも所有しなくていいっていう時代だし、まあ、あともっと言うとシェアリングとか、まあ、僕の地元の福岡市は赤い自転車チャリチャリっていうシェアサイクルがあるから、僕自転車持ってなくてもう自転車絶対自分で買って所有するよりもその街中のシェアサイクルチャリチャリ使った方が乗り捨てできるし、あの本体購入費用かからないし錆びないしとかね。で1分あれ6円なんで、まあ、10分くらい移動しても60円で済むしみたいな。
ていうの、僕の住んでる福岡市に借りっていうと自転車は絶対買うよりシェアした方が安いし便利っていうような、まあ車もそうですね、カーシェアとかもそうですけど、こんだけ今そのテクノロジーが発達してるから誰でもミニマリストできるんですよ。テクノロジーがミニマリストを後押ししてるんで、まあ、ただそれと同時に、まあ、スマホの、ね、登場のせいでミニマリストもしやすくなったけど、まあ、結局 SNS しかり、物も情報も過多な時代に、物も情報もいっぱいある時代になっちゃったから減らさないといけないっていう。僕らだって生まれた時代、狩猟採集の時代とかってこんな物も情報も、なんか今現代人が受け取る1日に情報収集する量ってなんか江戸時代の1年分みたいな、江戸時代の1年分の情報収集を今もうみんな1日でやってるくらい、まあね、あっちこっちで火事があった、芸能人の誰々がスキャンダルしてとかもろもろそういう、ね、ニュースいっぱい入ってきますけど、物も情報も、まあ、物もね、それこそ Amazon とかでポチポチ買えるように、ダイソー、百均、ユニクロ、GU、ファストファッション、プチプラ、百均とか行けば、まあ、それなりにいいものが簡単に安くたくさんに買えちゃうんで、まあ、だからこそ減らさないといけないよねっていう。で、まあ、そうそう、だからもともと狩猟採集の時代はそんな物も情報もたくさんなかったから、令和、この僕ら現代病ですよね、これって。現代になって物も情報も溢れるようになって、でもともとだから僕、でも僕らの体っていうのは狩猟採集の時代から変わってないじゃないですか。っていうので、もともとだから物を減らすみたいな、手放す減らすみたいな技術っていうのはもともと人間に備わってないから、まあ、ミニマリストの考えをちゃんと学ぶっていうのは大事だよねっていう話ですね。なんだ、遅れて、交通系が遅れてる、6時で困ってるでいうと沖縄も結構そんな感じですね。なんかね、なんだっけな、なんか一部の沖縄のバスがスイカ使えないんですよね。でなんかバスを前乗りするのになんか240円入れてからみたいな、なんかバスちょっと移動するのに240円の保証金みたいなのをなんか現金で払ったりして、そうそうそう、まあ、ちょっとね、地方というか、まあ、ローカルあるあるですね。一部の田舎の方のバスに行くとそういう独自のやつしか使えない。僕スイカしか持ってないからね、使えないっていうのがありますね。そうそう。いやでも沖縄いいっすね。はい。冬の沖縄いいですね。本当にもうシャツと、まあ、T シャツの上にシャツ1枚羽織るだけで全然過ごせる、夜も。はい。なんか昨日も、まあ、僕沖縄3日目なんですけど、昨日の夜も、あ、そうそうそう。で、なんで沖縄来たかっていうと、ルームツアー撮ったんですよ。まあ、片付け動画ではないんですけど、なんかね、めちゃくちゃいい感じのミニマリストさんをインスタグラムで見つけて、で、沖縄に住んでますっていうので、その方の撮影に来たんですけど、はい。いやー、よかった、あの部屋。なんか最近ね、昨日ルームツアー久しぶりに撮ったんですけど、なんか癒された。なんか最近汚い人の家ばっか行ってたんで、あのピンクの人しかり、ホナミンしかり、お部屋の住人みたいな人の家によく行ってたし、あの動画編集してるとあれがなんか当たり前に思えてくるというか、僕あの2時間あるんですよ。もう編集めっちゃ大変だった。実はあの動画2時間なんですけど、元の素材10時間ありますと。だからまず10時間の素材をチェックするだけで10時間かかるし、喋ってないところ、黙々と作業してるところとかカットしていって、10時間がまず4時間になり、で4時間から2時間になったんですけど、多分あれ編集で40時間ぐらいかかってる気がしますね。あれ2週間ぐらいかかったもん。で1回しかも僕間違ってデータ消したんですよ、編集データを。そう、編集データをね、もう要は動画素材がもうありすぎて、で iPhone のデータ容量足らんってなって、で2時間あるからデータ容量でかいと、で書き出すためにデータ容量開けないといけないとっていうので、 iPhone のね、昔の古いやつとかをポチポチ消してたら、あのミスって動画素材のやつも消しちゃってみたいなので、あれ2回編集してるんですよね。そうっていうので、あれはマジでちょっとね、僕のミスもあるんですけど、そうそう、あのお部屋の部屋の
編集をずっとやってたから、なんかねこの部屋もそうだけど、なんか久しぶりに家が散らかってない人のルームツアー撮ってなんか楽しかったですもん。あ、気持ちいいって、はい。まあいいんですけど、もちろんねそういうのね撮らせてもらって僕も YouTube に上げるっていう、まあ、仕事で、ね、企画でやらせてもらってるんでありがたいんですけど。はい、っていうので思い出した。で、そうデータ容量不足つらいで、そうなんですよ、あの片付け企画って要は1日とか人によっては2日間かけてやったりするから、でね一番無駄がないのはもう本当になんかこう取れ高があるところだけ録画ボタン回して、今からこのシーン撮るんでこう喋ってくださいっつってか、あの録画ボタン回すのが一番いいんだけど、あの一般の方と撮るから、あのこう録画ボタンを回してない時にめっちゃいいこと言ったりするんですよ。そうそう、ふとした時に。だから基本片付け中はもうずっとカメラ回してるんですね。そうそう、もう6時間8時間10時間とか基本ずっとカメラ回してるから、マジで素材が長くて、そうそう、でねあれ1回60ギガとか120ギガぐらいなくなるんですよ、1本の片付け動画で。で今それのストックが多い時に7本ぐらいあったから、もうそれだけで1テラバイトぐらい片付け動画の素材あるみたいな。そうだからね、データ容量管理が本当大変で、まあ一応外付けのあるんですよ、ちょっと持ってきますけど、ちょうど、まあ、カバンの中身見せるか。本当にあれマジで大変な思いをして作ってるっていうのをちょっと皆さんに知ってほしい。ちなみに今回の旅は3日間これで来ました。お財布ショルダー、ショルダーカバンで来てるんですけど、まあ、この中にあのスマホの自撮り棒とか照明とか、あとこういうピンマイクとか、これねもろもろ入れてるんですけど、これですね、これ、まあ、これが外付けの SSD、まあ、ハードディスクなんですけど、まあ、これが 1TB です、まあ、これにその iPhone ぶっ刺して、でその片付け動画の素材をここにまとめてるんですけど、そうそう、っていうのでね iPhone も 1TB あるし、これも 1TB あるっていうので、もう本当に常にデータ容量不足ですね、はい、っていう感じで。あとはあのすいません、靴下とあのピンマイクと持ち物の中身ちょっとここに出しますけど、あとアップルウォッチ、充電切れかな、これ多分充電切れのアップルウォッチ、あの僕ねちなみにあ充電切れてますね、はい。あの僕アップルウォッチを多分片付け動画の時にチラッチラ見てると思うんですよ。あれ何してるかっていうと、別に時間見てるわけじゃないんですよ実は。あのこれ YouTube 撮影用に買った、前はあの映像確認用のディスプレイで、ここで iPhone の、 そのカメラの映像を確認してるんですよ僕こうやって。だから結構片付け動画中に僕多分チラチラ見てるんですけど、あれはなんか時間をね見て、まあ、早く片付けろやみたいな、まあ、時間経ってんだから早く片付けろみたいな圧をかけてるわけじゃなくて、あれはここでiPhone の映像確認してるんですよ。あのアウトカメラ、超広角レンズを使うためにそのアウトカメラで撮ってるから、そのインカメじゃないんでね、あの見えないんですよ映像確認が。カメラ内側向いて、その外側のカメラ使ってるからっていう確認用のやつでね。 Apple Watch 買ったんだけどね、やっぱ充電がめんどくさくてすぐ習慣になってないですね。だから本当に撮影するときしか使わないっていう風になっちゃってますね。いやでもなんかせっかく買ったしね、なんかアップルウォッチだけで生活するみたいな。まあまあまあスマホあった方が便利なんでしないだろうけど、はい、一応アップルウォッチがありますと。であとアップルウォッチを充電する用のこのマグセーフの、はい、やつですね。そうアップルウォッチ便利なんですよ。そうそう、コメント欄にあるけど意外といろんな使い方ができますよ。なんかその健康管理とかだけじゃなくて、そうそう、あとこれですね、マグセーフで貼り付くバンカーリングだけど、まあ、あれですね、はい、ここでこれもマグセーフでアップルウォッチ充電できるから、まあ、iPhone とアップルウォッチを
同時に充電できるよっていうやつですね。でここに USB-C のあれがあるんで、2個同時充電できるから、まあ、旅の荷物を減らすのにバッチコイっていう、はい、感じですね。まあ、基本だからこの何ですかね、ここに今持ち物出してるんですけど、まあ、あとお薬、あとサプリだな基本。ほ、ちょっと見えてるかな。まあ、あと少量の現金、そのちょっと意外とまだね、あの沖縄現金しか使えない店もたまにあったりするんで、さっきのバスしかり、一応少量の現金をこのお財布ショルダーの中に、はい、入れてますねっていう感じ。はい、で何か見せた、あ、これこれこれサプリですね、はい、以上っていう感じですね。あとポケットに充電のケーブル類とか、このアンカーの充電のやつとか、ケーブルと、ほ、イヤホンとモバイルバッテリー、しょ、あと保湿剤、ここに保湿剤が、以上って感じですね。あ、コメントが出るようになったですね。まあ、あと一応細かい機材でいうと、ここにこれ自撮り棒となんか照明があるっていう感じですね。はい、よいしょ。一見片付いていて綺麗な家なんですけど、クローゼットやタンスに大量のものが入っていて、年末からずっと片付けてます。そういう人多いんですよね結構。でもなんかね、僕意外とさっきも言ったけど、ね、パッと見ミニマリストっぽいけど物置部屋があってとか押し入れが詰まってるみたいな人は結構応募多いん でそっちの方がなんかリアルというか、まあ、役立つ人多いのかなとかも思ってますね。はい、あとミニマリストまであともう一押しみたいな、隠してる収納部分も減らせば本当に物の量少なく身軽に生活できるみたいな人は多いかなと思って、はいですね、今来ました。何時頃までライブするとかちょっと決めてないですけど、まあやれるだけやります。あとアーカイブは残すんで、ぜひまた見返してみてください。俺がコンビニ行く時より荷物ないでもそうですね、僕もう基本的にもう最近旅は全部これで行ってますね。まあ、本当はこのバックレスシャツだけに全部詰めてとかやりたいんだけど、さすがにそこまでは減らせない。撮影周りの機材、あのさっき言ったこういう厚みのあるピンマイク、まあ、これもだいぶコンパクトなやつ買ってるんですけどとか、すいません、コンパクト、こういうのとか、まあ、もろもろアップルウォッチやら何やら、まあ、あと肌着、まあ、一応靴下とか入れてるけど、まあ、もろもろ全部、そうっすね、まあ、これが僕の中の最小限って感じっすね。まあ、これでなんとか、はい、よいしょ、片付けよう。あとね、腹減ったからちょっとご飯食べたいそう、あの沖縄そば買ってるんですよ。よいしょ、沖縄そばを買っているのでちょっと食べようかな。あとコンビニ弁当もあるな。よいしょ、もうホテルから一歩も出たくないから引きこもってますね。いや、なんか僕ね、旅行に行っても結構引きこもっちゃうんだよな。ホテルが好き、インドアなんで、まあ、せっかく沖縄来たし沖縄っぽいこの沖縄そば、超ちっちゃいカップ麺と沖縄限定アグー豚、アグー豚肉入り味噌おにぎり。なんか昨日そのルームツアー、沖縄のミニマリストの人のルームツアー撮らせてもらって、で
なんかしゃぶしゃぶに連れてってもらったんですよ。せっかく沖縄に来たので、なんかそのアグー豚のしゃぶしゃぶうまいですって言われて、で行ったらめっちゃ美味しくて、そうそう、なんかアグー豚肉沖縄うまいんだと思って、なんか沖縄限定のものがあったんで買ってきました。はい、っていうので、ちょっとね、あとこれ弁当、これもなんか沖縄限定って書いてあって、なんか沖縄限定の鶏と野菜の甘酢だれ弁当っていうので、まあ、酢豚みたいな感じかな、はい、っていうのを買って引きこもってますね。はい、ですね、うんうん、レストランはあるにはあるんだけど、なんかもうちょっとね、一番最寄りのレストランはもう16時とかちょっと早めに閉まるんですよ。もうこの夜の時間帯をやってないみたいな。で、夜の時間帯やってるレストランはちょっとね、離れの方だからもうなんかちょっとめんどくさいなみたいなせっかくね、あとご招待もいただいてるし、この空間好きだから、ね、あとこのお風呂、ちなみにお風呂今夜になったんですけど、こんな感じです。見えないか、暗すぎて見えなかったですけど、まあお風呂使ったりのんびりしたいんで、はい、コンビニで大量に買ってきました。はい、そうですよね。まあ明日チェックアウトしたら、まあ明日沖縄から帰るんですけど、まあチェックアウトしたらまたしばらくちょっと夜までのんびりできる時間があるんで、まあ沖縄をもう明日楽しめばいいかなと。はい、今日はホテルを楽しむ日にしようということで。沖縄の人お酒強そう、絡むのに勇気いります。なんか沖縄のミニマリストの方は全然僕と一緒でお酒飲まないタイプだったんで、昨日もあの三品茶、沖縄に行ったらあの三品茶いっぱい置いてますけど、居酒屋でずっと三品茶を飲んでましたね。三品茶ってあのジャスミンティーなんですね。あれカフェインが入ってるらしいなので、っていう、これ食べようかな。はい、ここでケトルを炊けばいいのか。そうそう、はい、沖縄の人は全然自転車乗らない全然いたけど、なんかイメージ雨降っても傘ささないみたいなイメージはなんかありますね。うん、ちょっとあの今から沖縄そばを作ります。飯テロ始まる。で、まあさっきあの話したここですね、ここにケトルがあるんですよ。ほっ、よいしょ、途中から生配信見た人用にもう一回あるやつけど、まあ、ここにあのケトルがあるので、そうそう、もうね、ここでしかケトル使うシーンないよ。カップ麺、はい、っていうのでこれをあっちに持っていって、はい、いい空間だ。本当すいませんね、なんか贅沢なこんな空間で、よいしょ、呼んでいただいて、っていうのでどこでもお湯が炊ける、まあ、ちょうどこの水があるんでこれでやるか、よいしょ、そんなところにケトルいや、そう、ここにちょうどあるんですよ、あの iPad の、そうそう、ちなみに iPad はね、ケーブルレスというか、もうなんか多分 iPad って充電めっちゃ持つから、多分チェックアウトした後に充電してるんだと思います。もうケーブル一切置いてないもん。ちょっとめっちゃ散らかってるけど、今ちょっと片付けよう、まあ、ここには電源コンセントがあるんで、そうそう、ケトルをここに挿せばいいんですよ、こうやって、よいしょ、ピッと、でケトルに水を入れれば、ちょっと待って、斜めってる、こうか、こうね、ほ、よいしょ、はい、で水を、贅沢なカップラーメンの味わい方、確かに、ホテルでちゃんとこんなおしゃれなケトルに
か水を先に入れよう。これ水が大量にあるんで、しょ、あ、やばいやばいやばい、電源入れた後にやってしまった。まあいいや、ほい、こんぐらい、しょ、しょ、はい、っていう感じでお湯が炊くのを待ちます。我が家ケトルないんで、ミニマリスト渋の家ケトルないから新鮮ですね。もう僕はフライパンにお湯入れて沸かしてますから普段。まあ、なんかミニマリストの人ってあんまケトル持ってないイメージが僕あって、電気ケトル。だいたい IH とかヒーターに、まあ、夜間、その専用の夜間、ケーブルがないケトルとか夜間を置いたりとか、まあ、僕みたいにもうフライパンで水入れてみたいな人が多いんで、なんかこういうホテルだからこそケトル使いたいというか、もうホテル、ケトル使うだけですごいね、新鮮、贅沢な体験してる気持ちになります。このケトルだけで。沖縄そば食べます。はい。って感じですね。よいしょ。はい。沖縄のミニマリストホテルでカップラーメン食べる放送になってますね。やばい、ゴミ。このおしゃれな透明な、やばい、まだ何も入ってないゴミ袋に初のゴミが出ました。はい。ですね。もうたけ、ちょっと待って、まだか。ケトル使い方これで合ってるよね。ちょっと僕ケトルを普段使ってなさすぎてこれで合ってるかよく分かってないけど。うん、あったかあったかい、うん、お箸忘れた。お箸取ってきます。すいません。お箸、お箸あった。あとプロテインもあるな。タンパク質。よいしょ。ただミスったのは、この部屋電子レンジないんで、これ常温で食うしかないっていうこの部屋、まあホテルはそうか、電子レンジが置いてるホテルなんてあんまないから、うん、ケトルはありますもんね。ケトル、ドライヤー、はい、はあるけど、電子レンジって大体ホテルのエントランスロビーとかにしかないっすよね。いや、これね、ロビーに電子レンジがないと思うんだよ、なかったと思うんだけど。まあ、常温で食べます弁当は。はい、朝食はありません。ただ朝食はもうホテルのすぐ真横にカフェがあるんで、まあ、そこで食べれるかな。はい、よいしょ。まあ、基本的になんでこのホテルはあくまで空間を提供してるって感じかな。なんかそのレストランがホテル内にあるとか、そのまあ、朝食がみたいなのはなくて、まあ、あくまで本当にもうこの部屋の料金って感じですね。まあ、あとは 外に露天風呂があるぐらいで、食事系はもう基本外、まあ、いくつかレストランあるんで、カフェとか僕はめんどくさいから行かないけど、はいって感じですね。いつも動画見てます、初見です、ありがとうございます。はい、そうなんですよ。たらね、そうですね、ちょっと明日、結構山の奥にあるんですよね。そうそう、あとコンビニが遠いです。そう、なんかコンビニがあんまりホテルの周辺にないから、基本的にまあ事前に、那覇空港に飛行機で着きます。で、高速バスで名護バスセンターっていうところまでバスで2時間くらい乗って、でそっからまあタクシーとかかな、タクシーちょっと使ってみたいな感じなんですけど、そのバスセンター周辺に、まあ、最後ローソンとセブンイレブンとかが、まあ、ガストとかなんかあって、そこまではまだいろいろあるんだけど、そのもうタクシー乗ってホテル着いたら基本コンビニもそんなに近くにはない、ちょっと遠いし、まあ、ちょっとカフェがあるレストランがあるくらいなんで、まあ、基本なのでバスセンター着いたタイミングでなんかもう僕みたいにこもりたい人はもうコンビニで買い込むかとかっていうのがおすすめですね。はい、
あともっと早めの時間帯にレストラン空いてる時にご飯食いかとか。沖縄で好きな食べ物なんですか。僕ね、昨日沖縄の人が見てたら申し訳ないんだけど、あんま沖縄料理で好きなものがないっていうのをその沖縄のミニマリストの前の方で言ったんですよ。なんか例えば居酒屋に行って、あのしゃぶしゃぶ、アグー豚のしゃぶしゃぶ行って、で沖縄メニューみたいなのがあって、でまずゴーヤチャンプル、まあゴーヤも正直好きじゃないでしょ、まあ、出たら食べるんだけどみたいな、わざわざお金払って食いたいかって言われるとちょっとそんなゴーヤ好きじゃないしなとか、なんだって青のりじゃないや、なんだってしじみじゃない、なんか もずくでもない、あ、海ぶどうか、海ぶどうも好きじゃないしなとかすいません、はい、そんな特段正直沖縄料理これ好きなものっていうのはなかったんですけど、ただ昨日食べたそのアグー豚肉のしゃぶしゃぶは本当に美味しかったので、それかな。アグー豚肉、ヘチマか、ヘチマも好きじゃないんだよな僕なんか割と好き嫌い多いというか、うん、食べれ出たら食べるけどみたいなもの多いな、はい、こんばんは。スタバで2回ほどお会いしたものです。普段どのような食生活を。スタバで2回すいません、ちょっとどんな方だったかな。スタバで、あー、はい、思い出した。普段の食生活か。普段の食生活でも僕もうね、最近マジで筋トレばっかしてたから、プロテイン飲んで、で弥生軒か吉野家でご飯大盛り無料おかわりできるから、あの家でご飯も炊いたりするんですけど、フライパンで。やっぱね、人目がないとね食べないんだよね、その増量するためにみたいな感じで。家に置いてあるサバ缶プロテインやらと外食の定食屋さん行ってご飯たくさん食うみたいなのを夜にやる。あのなんかね、最近はやっぱりあの筋トレでたくさん食べまくったせいか、なんか肌が荒れたりとか、常に食べてるから眠いみたいなことがあって、やっぱね夜にまとめて食べようと思って、まあ、プチ断食ですよね、ね、あの16時間断食みたいな、やっぱりあれがなんか自分の中で一番体調を整うなっていう。で、まあ、16時間断食だったら残り8時間無限に食っていいから、ちゃんとカロリーも取れるっていうので、まあ、夜にまとめて食べるっていうので、まあ、僕も今だからカップ麺におにぎりになんか弁当にプロテインにとかなんかいろいろありますけど、もう夜にまとめてバーって食う、で昼と夜は食わないみたいな生活してますね、はい。16時間断食の名前なんだっけ、カタカナで、やばい、ド忘れした。16時間断食、名前がカタカナのおしゃれな名前あるじゃないですか。オートファジー、それだ、思い出した、オートファジーですね、あれをやってますね最近。ケトル遅いよね、ちょ、思いました、ミスってる俺、これついてんのかな、もう、あれ、ちょっと待って、さっきついてたんだけど、つかなくね、ちょっと待って、押そうと思って、熱くないもんな、ちょっと待ってケトル使い慣れてないのは、あれさっきの10って言ったもんな、これでいいよ、あ、これか、なるほど思いました、ケトル押そうと思ったっていうので、もう一回やり直しです、はい、私も夜一緒、あ、ディーンディーンズですね、ディーンディーンズっていうのが多分16時間断食の手法の呼ばれ方で、で、オートファジーっていうのはその、あ、来た、まあ、要は16時間くらいゼロカロリー過ごすと、まあ、そのオートファジーっていうなんかそういう細胞が活性化されるみたいなので、まあ、あの要は若返りですね、あのアンチエイジングにいいよとか痩せやすくなるよとか、はいですね。まあ僕1日1食とか1日1食プラス、まあ昼はプロテインとか、まあ、固形物を取らずにドリンクだけ過ごすとか、まあいろいろ手ぶらで生きるっていう本に書いたものも、多分1日1食となんか昼に野菜ジュースとプロテイン飲んでみたいなの書いたんだけど、まあそれもいいけど、なんか僕はやっぱり筋トレやってるから、まあ、カロリーも取んないといけないっていうので、ただまあ食べ過ぎると眠くなるししんどいっていうので、最近はなんかそれに落ち着きました。8時間でたくさん食うっていう、
ふうに。来た、カチッていった、来ました、よいしょ、ほっ、あれこれ、これ押しながらか、んこれ、これ押すんかな、これか、ASMR。 できた、ようやくお湯が沸いた。でも固めが好きなんで僕30秒ぐらいになったら来ますね。30秒ぐらいで、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。あの僕福岡県民なんでラーメン基本バリカタなんですよ。粉落としとかで組んで、僕バリカタとか粉落としとか、なんか僕片面の方がマジで好きで、なんかあの片面だったら食べながらお湯がほぐれていくからもういいかな。あ、もうこんぐらいで食います。はい、来た。これ一応4分って書いてるんですけど、4分も入れたら絶対ふにゃふにゃになってまずくなるんで、もう僕はなんか30秒40秒ぐらいでささっと、はい、あ、これくらいがいいんですよ。そうで、どうせ食べてたら後半やわくなるから、固めの方が硬い食感もやわい食感も楽しめて、あのなんかお得感あるというか、はい、やばい、歯に詰まった、歯列矯正やってて前歯が今隙間があって、うん、あーうま、これが沖縄そば、カップ麺ごときで沖縄そばを知る、語る、カツオとソーキ味、あ、ソーキそばってやつか、これ、なるほど。なんか前ね、ごめんなさい、なんか沖縄料理好きなものが思いつかないみたいな話をさっきしたんですけど、前、エミール亡き人、2年前に来た時も僕、確か沖縄の国際通りで1ラン食ってて帰りましたもん、確か。なんか無性に麺類食いたいなと思って、国際通り歩いてて、なんかソーキそばとかラーメン屋、なんか美味しそうなのないかなって歩いてたんですけど、なんかやっぱ豚骨ラーメン食いてえなと思って、沖縄で一蘭食いましたもんね。これがソーキそば、うん、まあまあ、っていう感じで沖縄を満喫してます。福岡の方はラーメンよりうどんと聞いたけど本当ですか？あー、まあラーメンよりうどんは言い過ぎだけど、まあ、実はうどんもラーメンと同じぐらい人気だよってイメージですね。例えば、スケさんうどんとか、牧野うどんとかが有名かな。うんうん、僕はスケさんうどん派なんですけど、なんかそういう、あとウエストとかかな、まあ福岡ローカルのうどん屋さんで言うと、とか結構美味しいうどん屋さんがありますね。なんで意外とうどんといえば香川県のイメージ強いと思うんですけど、福岡もマジあのうどん激戦区なんで美味しいうどん屋いっぱいあります。あ、名前出てこない、大濠公園の上の、はい、なんかあります、いろいろうどん屋さんも。あと沖縄限定の豚肉おにぎり食います。うん、牧野派、あ、そうなんですよね。僕やわい麺があんま好きじゃなくて、ラーメンしっかりだからなんだろうな、多分普通の硬いコシがあるうどんとか麺が好きだから、ラーメンもバリカタだし、うん、あとスケさんに行ったらおはぎ、なんかうどんとかカツ丼とかおはぎとかあるんですけど、なんかそれが
なんかハッピーセットみたいなのがあって、スケさん名前なんだっけな、なんかミニうどん、ミニカツ丼、おはぎみたいな組み合わせのなんかハッピーセットみたいなやつがあって、それがおすすめですね。それでうまいやつ全部食えるんで。うん、あのこれね、カップ麺の中では結構うまい気がする、うん、まあ悪くない。やばい、今日めっちゃジャンキーやな。オランジーナにこのカップ麺、しかもこのあとハーゲンダッツが2個控えてますからね今日で、そう、僕あとそうなんですよ、痩せたんで太りたいんですよ、またなんかね、もともと筋トレして1年間で48キロから62キロまで14キロ増やして、今僕56キロに落ちたんですよ。もう最近片付けまくって、もういろんな人の家片付けて、で飛行機でブンブン飛び回ってみたいな生活してたら、もう全然食欲湧かないというか、まあ、最低限は食ってるんですけど、やっぱなんか食べる体力がないというか、そうっていうのもあって、あとね、食べ過ぎると片付け中眠くなっちゃうから、片付け中はもうほとんど食べず、で片付け終わったら食べるんですけど、もう片付け終わった時にはもう体力がないから、もう食べる気力もないみたいな、で最小限だけ食ってみたいな生活を1ヶ月やってたら、62キロから56キロまで2ヶ月間で痩せてたんで、そう、体重を戻したいんですよ。だからね、今ジャンキーなもんめっちゃ食ってますね。もう健康なもんだけ食って太るのめっちゃ難易度高いからね、もうラーメンにしろ何でも、ジュースでも何でも、もう取れるカロリーはもう何でも食うみたいな、まあ、これするとね肌が荒れるからあんまやりたくないんだけど、でもそうしないともうね太れないんで、僕食べるもの選んでたら太れないよっていうので、割ともう何でも食べてますね。ちょっと鼻水が、ちょっとティッシュ、よいしょ、すいません、ちょっと鼻かみます。はい、そう、集中力をキープするには食べ過ぎないのが理想。いや、そうなんですよ、まあ、特に炭水化物を取らないっていう、血糖値上がって下がるときに一気に眠くなるから、基本片付け中はもうどんだけお腹空いても、もうこういうプロテインで済ますとか、もうおにぎりちっちゃいの1個だけとか、もう本当に最小限だけ食って片付けてましたね。こんばんは。バイトの休憩中に来ました、ありがとうございます。バイトの休憩中にまで見てくれてありがとうございます。うんうん、今僕バイトの休憩中どころか、僕バイト中にラジオとか聞いてましたからね、サボるためにずっと立ち仕事で暇だったんで、まあ、10年前とかですよ、髪を伸ばしまくって耳見えないようにしてヘッドセット片耳つけて、そこでラジオとか音楽聴きながら、いらっしゃいませっつって、でお客さんが来たら音止めて接客するみたいな、でそれの操作をアップルウォッチでやってましたね。そうそう、アップルウォッチはね、仕事をサボる社内ニートするためにはめっちゃいい。なんか時計なんで、その立ち仕事でこう突っ立って、で暇な時にアップルウォッチでこのアングル、ここで動かすと音量調整とかストップとかできるから、ここでこう立ってる最中ここで操作してるみたいな、サボる道具として優秀、真似しないように。うん、うまい、うまいけど結構味濃いな、これ割と味濃いめのうどん、そばです。うんうん、
2020年に渋さんの動画でミニマリストに目覚めました。今ではかなり物が減りましたが、みーこさんのお片付け動画を見て久しぶりにまた物処分しました。人の片付け見ると減らしたくなりますねっていう。そうっすね、みーこさん、あのピンクの片付けね、ね、やっぱり人がちゃんと、だから一般の人、自分たちと近い存在の人がちゃんとあそこまで減るんだっていうのを見ると励まされますよね。あと僕もこういう理由で捨てられないんだみたいな人を見るのがなんか楽しい。まあ、僕正直言うと、もうマジ正直なこと言うと、僕捨てられない人の気持ち分かんないんですよ。自分がだってそれ悩んでこなかったから。もうミニマリストいいなと思って、でそれこそ実家を抜けるために一人暮らしをやったから、あ、一人暮らしをするために物を減らし始めたから、もう、あ、物っていらねえじゃんって言って、もうバサバサ捨ててたから、僕ね、捨てられない苦労みたいなの知らないんですよ、僕。その、なんだろう、思い出のものがあるから捨てづらいとかわかるし、まあ、僕もそういったものは写真撮ったりとかしてるから、まあその、なんとなく、特に思い出のものとか、なんかこう、趣味のものが、まだなんかちょっと抵抗あるとかわかるんだけど、まあまあまあ、なんかあそこまで、ゴミ屋敷になるほど、え、なんでこんな散らかってんのに捨てないんだろうみたいな正直思っちゃうんですよ。その捨てられない人たち見た時に、こう、まあ、気持ちとしてわからんでもないけど、絶対物減らした方が身軽になれるし、掃除家事も減るし、お金も貯まるし、部屋もきれいになるし、どう考えてもこれ捨てた方が合理的じゃないっていうふうにやっぱ思っちゃうんですけど、そうそう、まあでもやっぱりいろんな事情があって、そうピンクの方だったらね、まあお母さんが海外旅行行ってる時に自分のことを思ってくれてみたいなことで、なんかまあその人それぞれ捨てられない理由とか思い出があるっていうのはなんかわかるんですけど、まああと物に囲まれてた方が落ち着くとかなんかあるかもしれないんですけど、そう、僕はだから正直言うと捨てられない人の気持ちがわからないからこそ、こう今いろんな人の家行って片付けると、あ、こういう理由で捨てられないんだみたいなのがなんか新鮮で楽しいですね。うん、とかそうですね、なんか人によっては例えば子供のものが捨てられないとかね、その子供はその例えば学生時代の服とか捨てていいよって言ってても、お母さんとかお父さんがそのお子さんを大事に育ててきてるわけだから、その学生服とかその漢字のノートみたいな、子供が頑張って書いた漢字のノートとかを親が捨てたがらないとか、そうそうそう、子供は捨てたいと思ってるじゃんみたいな、なんかそういういろんな事情があって捨てられないっていうのを、多分そうですね、この撮影をすることで僕も知っていけたので、そうですね、それはなんか僕がこの企画楽しめてる理由はそこかな、こういう人たちがいるんだみたいな、うんうん、っていう、まあ、僕はただその捨てられない人の気持ちをなんかその等身大で理解はできないけど、まあ、捨てるための考え方とか 理屈、まあ、メソッドみたいな、その物の所有はコストであるとか、いるかどうかで迷ったらいらないものとか、思い出のものは写真撮って捨てたらいいよみたいなテクニックみたいなところはちゃんと喋れるんで、そうですね、うん、まあ、だからどういうアドバイスをしたらこの人に刺さるのかっていうのを考えるのも楽しいですね、うん、とか、あのピンクの方だったら、その基本的にミニマリストだったら無印良品とかアップル、バルミューダとか、まあ、そうシンプルデザインのものを残しがち、まあ、そっちの方が TPO 合わせやすいし、見た目もすっきり見せれるしみたいな傾向にあるけど、あのピンクの人の場合はあのミーさんですね、ミーさんは結構ピンクでガラガラしたものとか可愛いものの方が意外と大事に使うから、逆に無印良品で買ったノートとかガラスの食器は結局使わなくなって物置に眠ってるみたいな、人によってその何が大事かっていうのも違うから、一口にミニマリストに興味ある人でもそういう可愛いものが好きとかシンプルなものが好きとか本当人それぞれだから、ケースバイケースでちゃんとその人に合ったアドバイスをするっていうのが、まあ、僕の仕事でもあるし、まあ、それが楽しいって感じですかね。はい、うん、捨てるって自己理解ですね。いや、そうなんですよ。なんかね、僕もあの友達で八木仁平くんっていう自己理解の会社をやってる、あのミニマリスト部屋でルームツアーしたの八木くんですね、犬がいる部屋の、なんかあれのミニマリスト版作りてえなと思いましたもん最近。例えば、まあ、あの八木くんとかは
得意なこと、好きなこと、大事なこと、この3つの掛け算というか和の真ん中で自分の大事なものが分かるみたいな、好き、得意、大事、この3つをちゃんと深掘りすれば自分の価値観、大事なもの、自己理解ができるよっていうようなメソッドなんですけど、まあミニマリストで言うとそこは多分なんか物量と美意識なのかなと思ってますね。物量と美意識の掛け算でなんか分かるというか、まあ、その僕みたいに極端にもうタクシーで引っ越したいとか荷台で引っ越すとか、あと人によってはもうバックパッカーみたいな、もうリュック一つで生活できるみたいな人とか、まあ、逆にそこまで物の量はこだわらないけどなんかそれ以上に、まあ、これとかそうかな、まあ 別にもっといらない、このソファーベッドとかソファーとかってじゃ あった方が便利、そのくつろげるけど、最悪まあなくても生活できるものじゃないですか、この2つは。まあ、ベッドはまああった方がいいけどとか。そう。まあ、ここはだからまあミニマリストホテルだけど、極端に物を減らすっていうよりは、まあ少ないけどね。だいぶ少ないけど、僕みたいに極限まで物を減らすっていうよりは美観ですよね。その美意識、美観の方を優先してるっていう。デザインの方。まあそのバランスをとってる。まあ、そこそこ物が少なくて、でミニマルな空間みたいな。まあ、やっぱ人それぞれで、どこまで、そのラインですよね。僕はなので物も減らしつつ、まあ、美観もこだわりたいみたいな、そうそう、人によってどっち優先するかっていうのも違ったりするので、とか、あと服選び、ミニマリストの服選びのなんか価値基準でいうと多分、まあ、人それぞれ色、例えばピンクの方はピンクの人が色好きとか、僕で言うと黒とか、まあ、人それぞれこう、うん、あとボーダーとかナチュラル系のなんかこうベージュの色とか、まあ、なんか人それぞれ好きな色とか、あと質感ですね。こういう光沢のある服が好きとか、シワにならない服が好きとか、なんか多分物事にも価値観があるから、なんかそれを服のミニマリストの人の服の価値基準チェックリストとか、なんか他に何があるかな、まあ、家具、ベッド、寝具に対するこだわりとか、僕で言うと寝袋で寝たりするけど、あれはもう究極に手間の少なさ、物量の少なさですよね。寝袋まではしたくないけどとかも、なんかその物ごとにキッチンアイテム、寝具、服とか、なんかジャンルごとにこの価値観でみたいなのを、なんかチェックリストとか項目分けてなんか作れないかなとか、なんかまあちょっといろいろ僕の中考えてますね、そういうの。そう、そういうのを多分埋めていくと自分の価値観が分かって、物に対する価値観、そうですね、分かって片付けもはかどるんじゃないかみたいな、なんかそういうの作りたいなとかちょっと思ってますね。すいません、ちょっとまだうまく言葉がまとまらなかったですけど、はい。そうだから、物を減らすっていうのは究極の自己理解、自分探しなんで、残したものから自分の価値観が分かるから。わさビーフ美味しい、あ、パーコさんおるわパーコさんをあれにしよう、モデレーターにしよう。そう、モデレーターさんを今ちょっと増やしてて、青文字のスパナー、モデレーターっていう、そのコメント欄を管理できる人、なんか嵐が来たりとかした時のなんか解除で、そうですね、僕さすがにちょっと変なコメントが来た時にいちいち、ちょっとすいません、流れちゃうからチェックできないけど、なんか黒潮さんって方といろいろ、あと小野ちゃんさんとか、僕がちょっと知ってる人を随時青いスパナーに追加してってます。この部屋、そう、パーコさん来た方がいいっすよ、この部屋6万円です、この部屋。あ、ちなみに夏の繁忙期になると8万円に値上げするらしいんで、早めに来た方がもう 夏休みと、そうですね、沖縄夏休み繁忙期なんで、なんかその時は8万円くらいまで値上がりするらしいんですけど、まあオフシーズンはなんか5、6万円くらいからみたいですね。はい。っていうので、ミーさん、パーコさんって、確かに名前紛らわしいな。まあお好きな方どうぞって感じなのかな。絶対に。そう、ぜひなんか、パーコさん YouTube やってほしい。ね。YouTube でも何でもいいけど、インスタでもなんか、個人的に上げてほしい。この部屋にピンクの服で着てるのを、ぜひ。来てみてください、うん、ちなみにパーコさんの動画過去一再生されてますね。過去一再生されてるし、過去一コメントが多いですね。
大丈夫かな、あんな動画出しちゃったから今後出す動画がなんかハードル上がっちゃうというか、あの、ね、常にあの動画をパーコさんみたいなピンクの方みたいな動画を求めてほしくないというか、あれを本当にもうあのパーコさんもミーさんですね、ミーさんの人柄あっての動画だから毎回毎回上げる動画があんな感じではないんでしかも2時間ってめっちゃ長かったけど、なかなかあそこまで個性の強い演者の人は今後多分出てこないと思うんで、今後の普通方は普通の人たちです、普通の夫婦の普通とか言ったらあれだけど、あんなユニークなユーモアあふれる方が続くわけではないんで、はい、なのでちょっとあれだから、あの動画出すの結構ためらったというか、あの動画が伸びすぎちゃったら今後そういうエンタメ性のあるお笑い要素のある片付け動画上げないといけなくなっちゃうみたいな心配はあったけど、はい、あの動画はでもめちゃくちゃ面白いですよね。1日2回見てますだって、うん、僕も実はあの動画結構ね個人的に見返すんですよ、うん、なんかねちょいちょいやっぱ片付け動画面白いから普通に見返してますね僕も。あ、こんなことあったなみたいな Vlog みたいに思い返す意味で僕も見ますねあれ、うん、笑える片付け動画は多分パーコさん、ミーさんと多分ホナミン、あの2人てかお部屋の住人なの2人、うん、はい、今後上がるのはもう至ってあん普通の人というかあんなユーモアな感じではないので、ちょっとそこは期待しないでもらえると。なんで名前の横にスパナがあるかというと、あの、まあ、僕が知ってる人なので一応そういう権限をつけてるっていう感じです、はい、ノーカットバージョンもいつか出してほしい、ちょっとそれ考えてるんですよね。なんかそう、あのミーさんの動画って素材10時間あるんですよ。で、まあさすがに全部ノーカットはさすがに厳しいけど、ただやっぱりまあ尺というか、まあなんかこれいらないかもなみたいな、まあ要はそうですね、多分ね、もう少し尺気にしなくていいんだったら多分4時間とか5時間くらいの動画にはなるから、なんかね、そういうノーカット版というかもうちょい長い版、尺の関係で切ったものとかもあるから、うん、なんかそういうのは出したいなとか思いつつ、ずっと残してるとね、その iPhone の容量も食っちゃうからどうしようとか、早く消したいなみたいなのもあるんだけど、うん、なんかちょっとそういうのは一応検討はしてますね。だ編集してくれる人を探さないといけないんだよな、それにしても、うん、まあ、それこそあれホナミンのやつとかもそうっすよ。ホナミンのやつもあれ多分 2,3 時間とか普通に作ろうと思えば作れるんですけど、うん、ノーカット版ね、まあちょっと考えます、はい、うん、まあ、作れるけどシンプルにちょっと編集マンが足りてないって感じですかね、はい、って感じですね。まあ分かんないですね、もしかしたら例えば今やってないけど渋の YouTube ってサブスクとかやってないから、そのサブスクで月額何百円とか払ってくれてる人になんかそのロング版出すとか、なんか分かんないけどどっかで出すとかはありかもしれないですね。うん、そうなんですよ、片付け動画って本当に素材が基本6時間から10時間とか結構あるから。でもっと言うと、まあ、片付けって実はそんな1時間2時間の尺で収まらないんだでっていうのも伝えたい。正直もうなんならみんながリアルに家片付けようと思ったら8時間10時間とか一気にやるだろうから、それに合わせてもう1日片付けするときにずっと垂れ流せるようなリアルに一生片付けるみたいな、そうそうそう、まあ、8時間の動画とかねあった方が作業はしやすいよね多分。そうそう、リアルタイムで追体験できるみたいな、うん、ちょっと長い版も検討します、うん、編集マンが見つかれば長い版作れますね、探します。動画機やっぱ消さないようにしなきゃな、外付けのハードディスク買うかまた、うんうん、最新の持ち物リスト、そう作んなきゃあの持ち物リストをちょっとね、引っ越し、そろそろ引っ越しもしたいんですよ。最近マジで片付け動画がバタバタすぎて、もう内見する暇もないけど、早くこれだって
もうぼちぼち家見つけないともう繁忙期になりますもんね。もう2月3月ってもう引っ越しシーズンだから、物件どんどん埋まるから、もう今から家も早く見つけたいな、はい、っていうので、でもパーコさんは3月くらいにまた福岡に来てくれるらしいので、パーコさんが僕の部屋に来る動画は多分春3月くらいに上がると思いますね、はい、うん、ですね、うんうん、自分も持ち物リスト作れるくらいまで物減らす、そうですね、自分の持ち物の量が把握できるようになったら、まあ、大体僕の家の持ち物はなんか200から250ぐらいの間、クレジットカード1枚、年金手帳1枚、 T シャツ1枚とか測っていくと200ちょっとくらいなんで、そうそう、ちなみにホテルにあるものの量は一般的に100とか150みたいな説を聞いたことありますね、まあ、例えばこういうケトルとかソファー、テーブル、ベッド、シーツとか、まあ、ホテルに置いてあるものの量が100とか150みたいな説はなんか聞いたことがあって、まあ、なんかホテルに来るとなんで落ち着くかって、やっぱ物が少ないからじゃないですか、まあ、この部屋に限らずね、別に普通のアパホテルとか東横インとか行っても、普通のビジネスホテル行ってもすごい落ち着くじゃないですか、あれってやっぱり物が少ないとかちゃんと整理整頓片付けされてあって、まあ、最低限のテーブルとベッドだけみたいな、あれがやっぱりみんな落ち着くと思うんですけど、まあ、だから結構ミニマリスト目指してる人とか、その僕の片付け企画でどこまで物減らしたいですかって聞くんですよ、まあ、ゴールですね、まあ、僕みたいなもう床仙人みたいな、もう美術館アトリエのガラーンとした、もう人によっては落ち着かないレベルまで減らしたい人もいれば、まあ、多いのはやっぱりホテルかな、ホテルの量まで減らしたいですって答える人は結構多くて、ってなってくると、まあ、ホテルがさっき言った100とか150っていう、まあ、そこプラスアルファで自分の服とか衣類っていうので、そうですね、まあ物の数ちょっと、そうですね、ちゃんと持ち物リスト作れるくらいまで把握できるまで減らせるといいですね。一般の人なら500個くらいにした、どうなんですかね、一般の人って多分でも1000とかありそう、まあ、単身の人だったら500、600とかで、ミニマリスト的に減らしてると多分300個以下とか、どうなんだろうね、そうクレジットカード1枚とかその単位で数えていったらね、書籍の1冊1個とか、はい、いろいろやることいっぱい、そうなんですよ、ありがたいことにマジで忙しいから、最近もう本当に今日このホテルでリラックスできるの楽しみにしてました、まあ、ホテルでも生配信しちゃってますけど、はい、なんか久しぶりに沖縄でバカンス、まあ、一応ルームツアーで、ね、仕事できてるけど、まあ、半分ぐらいはバカンスできてるんで、はい、1月2月はマジで人生で一番働きましたね、6キロ痩せたんで2ヶ月で、はい、300目指します、そうですね、300個以下だったら多分だいぶもの少ないと思いますね、うん、ぜひちょっと数えてみてください、ハンコ1個とかね、そうそう、ちゃんと1個1個数えてみて、うん、ちょっと僕も引っ越しまでにちょっとね、ルームツアーと持ち物リストとちょっとリストを作るっていう、ようやく最近ちょっと動画のストックも溜まってきて、で今編集者さんにちょっと半分投げて、今まで全部自分で編集してたんですけど、ちょっともうさすがにね、これずっとやってたら体壊すというか、無理と思って、その毎回6時間10時間とかするから、編集者さんに一旦渡して、でその作業をしてるとことか、喋ってないとことかは無駄なとこカットしてもらって、でそっから僕が編集するみたいな、2人で分担しようみたいな風になって、だいぶ今ね楽になってきたんで、そう、ちょっと持ち物リストとかもろもろいろいろやりたいことは、あと家の物件探したりちょっと頑張ります、はい、あ、そう、あとね、皆さんに聞きたいことがあって、好きな片付け YouTuber というか片付け動画あったら教えてほしくて、昨日その沖縄のミニマリストの人と喋ってる時に、まあ、渋さんの片付け動画面白いですよねって言われて、でなんか片付け動画その方見るのが好きなんだけど、渋さんほどそのなんか毒舌で言ってちゃんとビシッて言ってくれたりとか、もっと言うと大体の片付け動画っていうのは片付けの業者の人がガラッと捨てるとか、その片付けの指導する人が捨てるみたいな、
まあ、要は僕の場合ってあくまでコーチングアドバイスだから、家に行ってでその人に一応アドバイスはしつつ、ただちゃんと捨てさせる作業、ゴミ袋に詰めるっていう作業といるいらないっていうのはちゃんとその依頼者の人に任せるっていうような風にしてるから、そうそう、だから僕がいるいらないって決めてたらそれ無理やり捨てさせることになっちゃうし、まあ、本当にいるかどうかってその人本人しか分かんないから、まあ、だから生前整理は健康なうちにやらせないといけないんですけど、とかなんかやっぱりそういう人にちゃんと捨てさせるみたいな片付け動画がないんだけど、渋さんはその無理やり捨てさせるんじゃなくてその人にちゃんと考えさせるから面白いみたいなのをなんか言っていただいて、でね、僕もなんか片付け動画、その人が面白いって言った動画が、あの森三中の大島さん、森三中の大島さんの森三中のチャンネルがあって、でね、ムーミンだってなんか、掃除か、森三中大島掃除って調べると多分出てくるんですけど、なんか超汚い友達の家を片付けるっていう動画があって、これちょっと待ってくださいね、超汚い友人の家の掃除みたいなっていう感じで、これがなんかね普通におもろくて、そうそうそう、だからねめっちゃ汚いの。これ見た後にあのミーさんピンクの人の動画見たら、あ、なんか意外とミーさんってゴミ屋敷の住人じゃないのかなって勘違いしたくらい、この大島さんの友達の動画マジで汚くて、もう本当のゴミ屋敷、ムーミンさん、あ、そうです、ムーミンさん、それを昨日教えてもらって見てたんですけどそうそうっていうので、マジで家が汚くて、俺これはちょっとさすがにできないなと思ったくらい、これはちょっと減らすの手伝えないなみたいな、一日で終わらんだろうみたいな量で、はい、まあ、ではこんな感じで今なんかその片付け動画見たいんですよね。他の人はどんな風にアドバイスしてるのかとかもそうだし、片付け動画の作り方というか、まあ一応僕の方としては、まあそうですね、まずミニマリスト渋部屋に来れる人は来てもらって、で僕の部屋を体験してもらって、でその後家に行って片付けてみたいな、なんか一応決まってますけど、型はなんかもうちょっとブラッシュアップできたらしたいなっていうので、今ね片付け動画を知りたいっていう感じですね。なんかね、あと片付け動画って結構業者さんのが多いんですよね。業者さんがもうなんかトラックにバンって詰めて、まあ、ゴミ屋敷から何もないすっきりしたところになる動画いっぱいあるんだけど、なんかその人が人にアドバイスして片付けさせる動画ってあんまないから、とか、あ、週末ビフォーアフターが好き、あ、僕もその方は知ってますね。そう、調べたんですよ、片付け動画とかで調べたら、その週末ビフォーアフターっていう、なんか主婦の人なのかな、多分年代的には40代、僕のお母さん世代の方とかが、まあ、片付けの 業者さんというかコンサルタントなのかな、まあ、片付けのサービスでやってる方で、多分 YouTube で片付けるみたいなのとか、ね、あ、EV 片付けチャンネル、そうですね、あの人でもなんか動画消してましたよね、なんか、そうそう、とか、そうそう、片付け動画をもっと知りたいんですよねっていうので、よかったら、あとで僕もこのチャンネルのコメント欄見返すんで、よかったら、この片付け動画、まあ、チャンネルでもいいし、単体でもいいんでとか、あとなんだっけな、さっきホストのローランドさんがヒカキンさんの家を片付けるみたいな動画は前見たことあったけど、そういうの、なんかそういう感じで片付け動画これ面白いみたいなものがあればちょっと聞きたいですね。月子さんのおうち改造計画が好き、なんだそれ、へー、月子さんのおうち改造計画、あー、ほんとだ、面白そう、これクローゼットの片付けとか、でもみんな動画短くない？そう、20分とか13分でさ、そんな片付くと思っていや、まあダイジェストだけ僕2時間の動画作りましたけど、すごいな、なんか僕あんだけ1日10時間とか撮影して10分にまとめられないもん、絶対すごいな。まあでもこういうなんか確かにもうちょっとコンパクトなのもやってもいいのかな。なんか僕も1日撮って片付けるみたいなのをやってますけど、まあそれは僕のメソッドとして短期集中でやってほしいっていうのがあるからそうなんですけど、まあでも確かに3時間とかでもあるのか、まあまあまあ、なるほどね。
まあ、部分クローゼットだけ一気に片付けるとか、キッチンだけ一気に片付けるとか、まあ、僕は基本なんか家全体をやってるから、まあ、だからこそ楽しいっていうのもあるんだろうけど、そのもう劇的な変化が見れるんで、最初と最後で。なるほど、まあちょっといろいろ参考になりますね、こういうのは。なるほど、はい、ああ週末ビフォーアフターの方は捨てないで収納工夫して、ああそうなんですか、まあ確かにそうですね。なのでどっちかというと減らす系の片付けをしてる動画を見たいですね。まあ整理収納系も一応役には立つから僕ちょっと見たいけど、参考までにね見たいけど、なんかちょっとガラッと捨てて片付ける系ですかね。まあ、整理収納してってよりは畳み方を教えるとか収納の仕方を教えるってよりはもうバサッと減らす系の片付け、でも業者みたいにトラック全部詰め込んでみたいなでもないみたいな、その片付けの動画がなんかないかなと思って、まあなさそうだな、っていうので、はい、感じですね。いやまあ正直個人で、僕みたいな個人が片付け動画撮るって結構大変ですもんね。業者さんとかをほら仕事でやってるからお金いただいて、でその時に YouTube でカメラ回してってね、まあ、それがお仕事だからルーティンとして組み込まれて撮りやすいけど、僕は企画のためだけにやってるから、それだけで飛行機ブンブン飛んでやってるからね、なかなか個人でやってる人って多分いないよな。なるほど、ありがとうございますって感じですね。ですね、なんか喋りたいことが あったやばい、喋りたいことあったんだよ。そうイベントが2月7日にあるので来てくださいって言ったって、さっきあの概要欄に2月7日東京代官山であのイベントやるので、ぜひあの僕と喋ってみたいとか、まあ、一応トークショーやるので僕の話をちょっと直に聞いてみたいという方がぜひいたら、あの2月7日東京代官山蔦屋書店さんでイベントをやってますので概要欄から見てほしいのと、物減らし相談会2月やります。そう、概要欄の LINE、 僕の公式 LINE を追加してくれて、で物減らし相談会って打ってくれたら、1対1、僕と1対1で喋ってみたいと。で YouTube にも顔出せません、家庭の事情で間取りは晒せませんとかいう方で、僕と喋ってアドバイスもらいたいって方は、あの無料個別物減らし相談会っていうのをやるので2月、まあ、実は1月の年末年始年明けお年玉企画でやったんですけど、30人の方を60分1人60分時間取っていちいちズームで喋るっていうのをやって、まあ、それがちょっと思いのほか面白かったので、あこういう理由で捨てられないんだっていうのは結構いろいろ僕も知れて参考になったので、あの概要欄に申し込み方法を書いてあるので、ぜひちょっと僕と一対一でズームで喋ってアドバイスもらいたいって方は概要欄の方法でちょっと申し込んでみてくださいという、これをちょっと告知したかったです。はい、2月もやるのでぜひ、まあ、ちょっと人数少なめなんで、はい、30人、いやそうなんですよ、30人もお疲れ様です。ちょっと30人はさすがに今回できないかな、ちょっとまあちょっと10ごめんなさい10人とか、ちょっとね結構あれ5日間くらい、5日間まるまるずっと、そうですね6人かん6日間かな、1日5人を6日間かけずっとやってたんですけど、まあ、そこから実は片付け企画出る人は決まったりとか、そうなんですよっていう感じで、よかったらLINE から申し込んでみてください。2月 やります、はい、っていうね。お部屋のシャッター閉めてみましたが、あーで言うと、ほい思い出した、ここ実はですね、まあ、今エミール亡き人というホテルから提供しておりますが、やっぱあの照明が眩しい、ちょっと止めます。よいしょ、実はここシャッター閉じれるんですよ、まあ、こんな風になっていて、ほっよいしょ、であそこアップ、あそこに窓ガラスがあって、でここですね、ここからウィーンって、そう閉じれます閉じる意味今ない、特に意味ない、まあ後でお風呂入るからな、まあ、いや一応こんな風に閉めれますよっていう
これやるとマジ真っ白になりますね。はい。でベッド元のここで、まああとここで照明をいじったりとかもできるんですけど、ビヨーン、すごい、もうシアタールームみたい。おお、はい。そうなんですよ。ここシャッター閉じれます。こんな感じで真っ白になった。また夜はやばい。これちょっと結構人によっては病むかも。あの、まあ、このエミールの基準って真っ白なんだけど、沖縄の大自然、海と、青と空の青と森の緑が見れるから、なんか真っ白い無機質な空間でも精神病棟みたいにならないっていうのがあるんだけど、ここまで真っ白くしたらガチのなんか僕は好きですけどね、ここまで真っ白いの。はい、っていうね。シャッターも真っ白なんですよ、実は。白の極み、いいっすよね。はい、っていうの、一応外から、まあ、見られることないけど、閉めたい場合はこうやってシャッター閉じれますね。はい、はい、よいしょ。よいしょ、少々お待ちください。素敵な部屋。そうなんですよ、めっちゃいい空間ですよね。渋さんと似合う。そう、モノトーンの服でぜひエミールな基準に来る際はなんかモノトーン系、白黒グレーで来ると映えると思います。まあ、ピンクもいいですけど、照明を、照明焚かない方がなんか顔が、照明がむずい。こんな感じかな。はい、贅沢な空間ですね。そうですね、せっかく贅沢なちょっと空間なんで、皆さんと共有したいなと思って生配信しております。裸足がかっこいい。そうね、裸足ね、確かに僕普段靴下とかスニーカー履いてるから。はい、裸足が快適。よいしょ。はい、ちょっとケトル片付けていいですか。ちょっとテーブル周りがごちゃついてるんでお片付けします。よいしょ。ハーゲンダッツ食うかな。そうだ、ハーゲンダッツ食うか。食後のデザート、ハーゲンダッツを、いや、ちょっと待ってください、まだおにぎりが残ってる。ちょっとちゃんと全部食べてから、食べ終わるまで配信します。今日の旅の荷物はちょっと紹介したんで、またアーカイブでぜひ見返してもらえると。そう、以前動画で紹介した沖縄ホテル、ちなみにこのホテル気になる方、一応概要欄に、あの、僕が2年前に訪れた時のルームツアー動画概要欄に貼ってるんで、このホテルどこみたいなもろもろ気になる人は概要欄の僕の2年前の動画をぜひ見てみてください。はい、うん、うん、っていう感じですね。うんうん、パーコさん、無理やり捨てさせられるとか怒るでは全くなかったので、自分の判断で捨てることができました。ほんまにありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。明日もライブ配信します。明日は11時からなんで、ちょっと皆さんお仕事時かもしれないんですけど、ちょっと僕がこのホテルを出る前にもう一回やろうと思って、多分明日、いやでも明日も曇りっぽいんだよな。はい、明日もちょっと配信もアーカイブ残しておくんで、ぜひ。沖縄寒くないですか、来週行きますよ。全然寒くないっす。最低気温で13度くらいなんで、昼はもう17度20度くらいあったりするんで、全然なんかシャツジャケット1枚と T シャツで過ごせてます。いいっすね。沖縄なんか
12月、1月、2月とかですね、寒い時期は沖縄に冬眠しようかな。あったかい、本当。なんか今もう一足先に春の気分ですね、今沖縄来ると。もう冬のアウターとかいらんから、今春の気分楽しんでますね。うん、っていう感じです。暖かいです。はい。そういえばね、話変わるんですけど、ちょっと待ってくださいね。なんか新しいパソコンを買ったんですよ。ちょっと生配信をするときに、今このコメントってこれ今チャンネル登録してる人しかコメントできないようになってるんですけど、なんかそのチャンネルのコメント欄設定、チャンネル登録してる人だけがコメントできるように設定するためにはパソコンがいるんですよ、なぜか。生配信自体はパソコンでその設定できるのに、この時間でやりますとか。なのにコメント欄を制限しようと思ったらなんかパソコンが必要で、なんかスマホのブラウザからやってもなんかうまく反応しなくて。そうそう、だからさっきパソコン、今このコメント欄はちゃんとそういう設定がされてるんですけど、パソコン持ってきてないから、いやちょっとやばい、これ設定できんぞと思って。でどうしたかっていうと、オーナーの人にパソコン借りたっていうすいません、ちょっと生配信するんですけどパソコンでちょっと設定いじりたくてっつって、ここのホテルのオーナーさんに連絡してパソコン持ってきてもらって、そこで設定したんですけど。そうで、かといってなんか僕パソコンをじゃあ旅先で生配信したいけど、それのためだけにパソコンをちょっと持ち歩くのはさすがに嫌だなと思って、まあこれに入れるとかもそうなんだけど、まあ別にバックレシャツに入れられなくもないんだけど、まあそもそもあんまり重いパソコン持ち歩きたくねえなっていうのがあって、だから基本僕スマホしか持ってきてないから、いろんな時って。そうだからめちゃくちゃちっちゃいパソコン買いました。もう多分世界最小サイズのパソコン見せたい。なんかね、多分もうイメージ、このワイドパンツのポケットに入るくらいの Windows パソコン買ったんですよ。めっちゃちっちゃい、 520g って書いてありました。 MacBook の半分ですよ。 MacBook が確か 1200g、 1.2 キロなんですけど、この僕が買ったやつ 500g なんですよ。めっちゃちっちゃいコンパクトパソコン買いました。 GPD-Win、 あ、それで正解です。コメント欄に正解あるわ。 GPD-Win Mini っていう、これ実はゲーミング PC なんですよ。これ GPD-Win、 あれバッテリーがない、これです。見えてるかな。これをさっきポチりました。パソコンないとちょっとできない仕事たまにあるなと思って、かといって MacBook とかでっかいパソコンは持ち歩きたくないなみたいな。まあと持ってると、このカバン、このちっちゃいショルダーカバンに入るパソコンねえかなと思って、まあ多分これには入るっていうので、でこの GPD-Win っていう、これしかもなんとゲーミングパソコンで MacBook と同じぐらいの処理速度あるから、なんか Apex とか今流行ってるパルワールドっていう、パルワールドやりたいんですよ。そうそう、だってそうそう、ガジェットオタクが買われてるやつ。そうです、あとパルワールドってゲームがめっちゃ流行ってるじゃないですか、ポケモンとモンハン足したやつ。それもこれできるから、 MacBook だとできないんですよね、Mac だから。これ Windows なんで、めっちゃちっちゃいですよ、多分なんか iPhone よりちょっと大きいぐらいの。そうそう、こんなちっちゃいのにこんな高性能なんだみたいな、買いましたね。そうそう、これで多分旅先最悪パソコン必要な仕事もこれでできるから、そう、もう最悪なんかもう MacBook いらんかなとかこれがうまく使えるんだったらもうなんか MacBook いらんかなとか思ってるくらい、ちょっと、まあ、要検討だけど。まあ、そうで、まあ最悪別にここに入れてもめっちゃ軽いし、そうそう、 500g のパソコンっていうので、うん、買っちゃいましたね。7インチです。7インチくらいのパソコンなんで、これにも入るしっていうので、結構高かった。17万したんですけど、
もうこれは買おうと思って、そう、いや今日だからパソコン貸してもらえて本当に助かったっていう。ちょっとまたそれも届いたら生配信で、まあさすがになんか開封デビューみたいな動画さすがに上げないけど、生配信でちょっとちらっと紹介します。ちなみに最安、一番値段安いやつだったら12万円ぐらいですね。まあちょっと僕スペック高めに設定したんで17万円ぐらいしましたけど、12万円ぐらいから買いますね。まあ、MacBook と同じぐらいですね。安い MacBook 買うぐらいの値段なんで、そんな高いパソコンでもないですけど。これです。GPD Win Mini。ちょっとミニマリストの人は好きそうな名前。っていうのを買いましたね。はい。とりあえずハーゲンダッツ食べてる渋さんみたいので。そうだよね。このね、これおにぎりが結構でかくて、そう。これ食べ終わったらハーゲンダッツ食います。ですね。任天堂に訴えられかけてるゲームです。そうです、パルワールド、あれめっちゃ面白いらしい。っていうので最近の持ち物事情はそんな感じかな。 あとね、まあ仕事、ちょっと僕が気になってる持ち物をちょっと喋りたいんですけど、まあ、さっきのちっちゃいパソコンもそうですね。まあ、GPD Mini はちょうど僕が沖縄から帰ってきたら届いてるって感じですね。と、あとね、ちょっとでっかい iPhone 買おうと思ってますね。あの iPhone Pro、 iPhone 15 Pro Max 買おうかなと思ってますね。あのバッテリーが足りん、このスマホだと。そう、僕一眼レフを今年手放してたんですよ、去年か。もう去年一番の大掃除というか、もう100万円分ぐらい買っ、そうですね、の値段がする一眼レフのレンズとかボディ全部売って、でもう YouTube の撮影はもう iPhone だけっていう風にしてるんですけど、あの、まあ、iPhone もバッテリー持ちめちゃくちゃいいんだけど、もういかんせん僕の片付け動画の撮影時間が長いから、もう8時間10時間くらいでずっとカメラ回してるから、ちょっとね、普通の iPhone とかましてやこのミニ、だから一応 iPhone2 台持ってるんですけど、撮影用にこの普通の iPhone15 Pro とこの13 mini があるんですけど、またこう生配信中にちょっとこう見せるためにとかね、ちょっともうミニ手放そうかなと思ってますね。バッテリーもそうだし、ちょっともろもろ、でっかいスマホというかバッテリー持つスマホが欲しいから、ちょっと僕お気に入りなんですけど、この13 mini ちゃんちょっと手放そうかなと思ってますね。これ売ったお金で、まあ、ちょっと15 Pro Max でっかいの買って、そうそう、まあカメラ買うより安い、まあそうなんですよ、まあカメラね、一眼レフとか買ったらボディとレンズで40万ぐらいしますからね。普通にボディが 2,30 万して、そっからレンズがまた10万20万とかするし、まあスマホとしても使えるから、だから僕にとって iPhone っていうのはカメラなんですよね、ほぼカメラパソコンみたいな感じなんで、ちょっと最近撮影周りの道具、さっきのちっちゃいパソコンとか iPhone とかちょっと見直そうと思って、そう、仕事道具ですもんね。いやそうなんですよ、まさか MAX 買うことを検討するとは思わなかったけど、とか今もそうなんですけど、この生配信でバッテリー切れたら終わるんですよ。充電しながらやればいいじゃんって思われがちなんですけど、そうそうそう、これピンマイクつけてると、僕が使ってるこのピンマイクっていうのが充電しながらできないんですよ。そうそう、要はこの USB-C で iPhone 充電するところをピンマイクのこのコネクターで塞がってるから、でそれを充電しながらピンマイクでっていうのはできないから、そうなんですよ、この生配信もだから基本バッテリー切れたらもう終わるというか、まあ、ピンマイク外せばいけるんだけど、ピンマイク外しても内蔵マイクで収録するの切り替えたら一応充電はできるんですけど、そうそう、みたいな。なんかね、 iPhone バッテリー持ちいいやつに変えたいなと思うようになってきて、ちょっと仕事道具を今見直してます。そうなんですよね。あとあったんですよ、前もこの前 iPhone ずっとカメラ回しっぱなしにしてて、でカメラ回ってると思って喋ってたのに、その喋り終わって iPhone 見てみたらバッテリー切れてるみたいな、
そうそうそう、だから iPhone をアウトカメラで撮ってるから iPhone の液晶がバッテリー切れで落ちても気づかなくて、だから iPhone のカメラがバッテリー切れてるままずっと喋ってるみたいな、もうめっちゃもったいないことした。めっちゃいいこと喋ってたのに、その片付け動画中にめっちゃいいシーンがあったのにバッテリー切れに気づかないでみたいなのがあったから、ちょっとこのミスさすがにしょうもないなと思って、そうそうっていうので、ちょっと今最近でっかい iPhone を買おうとしてます。あ、スパチャが来た。800円、おっそうチャンネルさん800円スパチャありがとうございます。8歳5歳1歳の3人の母で渋さん大好き、動画は必ずチェックしています、ありがとうございます。定期的に減らしているので物は少ない方ですが、渋さんの動画を見るとさらにやる気が出て、ちょこちょこやる気ちょこちょこやる気が出て減らすことができています。先日のパーコさんとの動画も2回見ました。片付け動画大好きなのでこれからも楽しみにしています、ありがとうございます。やっぱり片付け動画なんですね。そう、僕もねこのチャンネルは片付けチャンネルにしなきゃいけないと思いましたね、最近の再生数とかを見るに。まあ片付け、僕がやりたいのは片付け動画とルームツアーかな。あとまあたまに自分の持ち物のスタメンが入れ替わったらなんかクローゼットの紹介とか、まあたまに持ち物紹介はしてるけど、まあ、持ち物紹介する時ってあんまないから、そんなにそもそも物持ってないしそんな頻繁に買い替えないからね。そうそう、なので基本は片付け動画を中心にやらないと僕がネタも尽きるというか、そのそうそうそう、動画ネタなくなっちゃうんですけど、自分の生活だけを映してると片付け動画は永遠に作れちゃうんで、そうそうですね、しかもみんなに喜ばれるっていう、みんなが物減らすのに役立つっていうので物減らし片付け動画をどんどん撮ろうと思ってます。うん、マグセーフの充電もしながらできなくはないんですけど、ね、めっちゃやりづらいんですよ。なんでかっていうと、自撮り棒、これがスマホだとしたら、要は iPhone、 これが iPhone だとしたら、その自撮り棒で固定するとここにマグセーフの部分当たるからできないんですよね。伝わってます？そうそう、だから僕マグセーフで充電したらいいじゃんって僕も思ったんですけど、やってみたけど実際結構不安定で、またそもそも充電スピード遅いしとか、ここに干渉するんで突っ張り棒ので、かといってちょっとずらすと今度 iPhone の重心がちょっと傾いて不安定になるみたいな。そうなんですよ、だからねマグセーフで本当は充電できたら一番良かったんですけど、なんか、まあ、充電スピードもそうだし干渉して不安定っていうので、そうなんですよ。だからもうピンマイクをつけながら YouTube、 そうですね、撮影するにはもう容量がでっかい、そのバッテリーが持つ iPhone を使うしかないという考えになりましたね。実家に片付けに来てほしいっていう、実家ね、まあちょっとご両親の許可を取ることができたら、あの申し込みフォームでお待ちしてます。実家の片付けが大変だよね一番、まあ、人とやらないといけないんで、まず許可取らないといけないし、相手が捨てたいっていう意思考えにならないと意味がないから、自分一人で片付けたいと思っても相手の協力なしには減らせないからね、片付け、そうですね、ちょっといつか実家を片付ける動画撮りたいですね。まあ今度夫婦は上がりますけど、そういう共同生活してるとかまでは多分取れるけど、実家の片付け依頼お待ちしてますはい、っていう感じですね。うんうん、っていう感じですね。うんうん、そうなんですよですね。そうだ、ハーゲンダッツを食うためにおにぎり食わなきゃ。あ、ミニマリストマッチさん来た。片付け企画本当に申し込んでよかったです、ありがとうございます。おお、マッチさんが来た。まあ、ちょっとミニマリスト一歩手前というか、インスタグラムでミニマリストの発信してるけど、ちょっと押し入れがぎゅうぎゅうだった男の子ですね。この前イベントも来てくれてありがとうございます。なんかね、あと僕やりたいと思ってるのが、あの片付け企画をやった後にみんなリバウンドしてないのかっていう、
そうそう、マッチさんとかどうですかね。なんか僕、後片付けで多分もう1、2ヶ月ぐらい経ちますけど、片付け企画やった後にまた物増えたとか、逆に減ったみたいな、なんかそういうのがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると。あと、追跡調査したいですね、そうそう。追跡調査はちょっとやろうと思ってますね。もう半年とか3ヶ月半年とかちょっと経った後に、ご家庭は今みたいな、まとめて1本の動画にして、ちょっと撮りたいと思ってるんで、またマッチさん、その時に出演お願いします。真っ白になりました。おお。家具とかも、物選びも変わった感じですかね。そう、あれからシリーズはちょっと撮りたいんですよ。まあ、ホナミンはやります、直近で言うと。あの後引っ越したんで。引っ越した後の家がどうなってるのかっていうのはもう来週取りに行くんですけど、まあなんかその全般引っ越してなくてもみんなとりあえずどうなってるのか追跡調査やります。はい、あ、リクトさん来た、スパチャ、仕事お疲れ様です。僕の実家お願いします。あ、実家ね、広島ですか？どこか分かんないけど、なんかぜひご両親の許可が取れたら、取ってくれたら行きます。やりたい、リクトさんの。いいね。なんかミニマリストの実家を片付けるみたいな。 確かにやりたい、それ。ちょっとリクトさん頑張って、父親母親を説得して出てもらってください。まあなんか実家だったら、リクトさんの場合だったら顔出ししなくてもいいですね。声だけとか、なんかイメージ、リクトさんが出てもらって、代わりにお母さんお父さん実家の方は声だけとかでもでいいので、それだったら、っていう感じですね。ありがとうございます。お茶碗さん320円ありがとうございます。本日初めてコメントでした。読んでいただきありがとうございます。いつかイベントなど会いに行きたいです。ありがとうございます。初コメントにスパちゃんもありがとうございます。イベントもそうですね。言ってもいいのかな。まあ、一旦2月7日に代官山東京蔦屋の書店のイベントがあるんですけど、まあ、一応3月もまたイベントあります、東京都内で。なので、まあ、ちょっと具体的な日程は言えないんですけど、まあ一応2月7日直近あるので、ぜひ、あと3月もまたやるのでお待ちしてます。そうですね、イベント多分僕ね、結構今出版、僕たちはなぜこれを選ぶかの本の出版にちなんで、今、まあ、いろんな出版社さんからお声かけいただいて、今イベントやってるんですけど、だ結構僕、本の出版とかがない限りあんまりリアルのイベントやらないから、まあレアっちゃレアというか、まあまあ結構やってるけど、最近はもう明確に僕、片付け動画やりたいっていうなんか目標ができてるから、まあちょっともうオフのイベント控えたいというか、まあわかんないです。まあやるけど、もしかすると僕がもうひたすら片付け動画撮りたいから、もうイベント断るみたいなの普通にあり得るんですよね、今後。もう1本でもそっちを多く撮りたいからとか、まあそもそも出版が落ち着いたらとか、そうですね。なのでちょっと、なので、イベントは来れるうちに来てほしいという話ですね。よろしくお願いします。あと福岡のイベントはありがたいことに満席になったので、ぜひ福岡文吉2月23日のイベント来られる方はお待ちしてます。ですね。みんなの実家の片付けは今までの人生が全て詰まっているから大変ですよね。やりがいあるけどね。そうなんですよ。まあさっきも言ったけど、高齢者になったりとか年齢を重ねるほど物は捨てづらくなるよっていう話をしましたけど、もう実家はまさにそうですよね。休み取っていきます。お茶碗さんありがとうございます。ぜひ2月7日と3月あるのでぜひ。あとさっきね、そうそうそう、年齢が年配の方だと何でも大切に取っておく人が多いので、実家を片付けるのに捨てるものが多くて大変だったというと、沖縄、さっきその沖縄のミニマリストの方のルームツアー取ったみたいな話をした時に、特に沖縄の高齢者は多分物を捨てたがらないみたいな話をなんかされて、まあ要は高齢者の方って戦争、まあ沖縄ってアメリカ軍の基地あったりしますけど、結構高齢者の方でその戦争を体験されてる方がまだ生きてらっしゃるので、そういう方っていうのは本当に戦地の中生き延びて大事なものをちゃんと残してきてみたいな、そういう経験があるから結構物を取りがちになるんじゃないかみたいな話をその沖縄の方と昨日してて、まあ確かにそういうのはあるかもなと思って、
そうですね、なかなか自分のおじいちゃんおばあちゃん、まあ、僕の世代お母さんお父さんまでだったら、まあ、多分ギリ説得できるんだろうけどっていうので、なるほどなと思って昨日聞いてましたね。ななこさん320円スパチャありがとうございます。渋さんの開発中の新商品ありますかで言うと、まあまあちょっと言えない、そう言えないな、はい、ちょっとまだ言えないんですよ。ただまあそう強いて言うなら、ブランドの今後の方向性で言うと、やりたいのはやっぱり手ぶらっていうところ、物を減らすものを作りたいと思ってるので、まあこのバックレスシャツもそうですし、まあ、最近も JAL の飛行機の事故の時にポケットの数が多い服が推奨されてて、でも女性服はポケット少ないよねみたいな問題もあったりした話はしましたけどとか、まあ、このお財布ショルダーもそうですね。このこれ持つと財布がいらない、もうこの中に直に現金ぶっ込めるからみたいなものとか、まあ、あとやっぱマグセーフのを作りたいですよね、はい、うん、僕が最近マグセーフの買いまくってるんで、まあ、一番今熱があるのはこういうのですね。こういうマグセーフ系ですね、まあ、僕のブランドも手ぶら財布っていうスマホ裏財布から始まってるの でもっと言うと、あれはミニマリストじゃない人でも使うじゃないですか。こういうの全然物多い人でもそうだけど、今ちょっとずつ流行ってるから、ちょっとずつというか、まああれですね、みんなどんどん最新の iPhone になってきてマグセーフ使う人増えてきてるんで、もともとは iPhone12 より上の人しか使えないとか iPhone SE の人は使えないとかあったけど、もう大体みんな12より上だから、うんっていうところで、まあ、ちょっとそのあたりを検討してますね、はい、うん、ありがとうございます、うんうん、渋さんの動画で意識変わりました、ありがとうございます。あ、戦後生まれの方も物捨てるのは大変な世代ですね。私の母そうです。そうなので、なるほどですよね。あ、うちの母も戦後貧乏だったせいで物だらけの家に住んでます。そうなんですよね。だからそういう経験があるとやっぱりなかなか自分が大事にしてきたものを捨てるっていう発想にならないというか、まあ今でこそミニマリストとかこんまり先生断捨離とかそういうね、流行ってきて捨てないといけないと分かってても、やっぱそういう経験があるとなかなか捨てようと思っても勇気出ないですよね。うん、ですね。そう、昔は物が貴重だったからもったいなくて捨てられない、今は物にはそうなんですよね。だから意外と今の若い子ってあんまり物に執着ない子多いんじゃないかなと思ってて、まあ、そもそも今若い子ってもうテレビ持ってない子も全然いますし、ミニマリストじゃなくてももうそれはスマホをパソコンで YouTube 見るから、 Netflix 見るしみたいなとか、まあ、あともっと言うとなんだ、まあ、今の若い子ってそれこそ結構もうスマホさえあれば大体パソコンも持ってないみたいな子もいたりとか、ゲームもこれでできるしとか、ね、漫画も LINE 漫画で読むしみたいな、ね、まあ、今は本当に物簡単に買えるからこそ、あともっと言うと僕たちってもう物価もこんだけ値段最近マジ物価高いなとか思いつつ、うん、だってこのコンビニ弁当さ600円ですよこれいや、まあ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 、ちゃんとこれあれです、ローソンのそのコンビニ内で作る弁当の方ですね。あの工場で作るやつじゃなくてコンビニ内でちゃんと作る街角厨房みたいなやつみたいな、まあいいんですけど、コンビニ弁当600円するんかとか思いつつ、うん、とかあれですよね、なんか最近よく見たけどなんだっけな、容量が減ってるんですよね同じ値段でも。なんかあの R1 ヨーグルトが112ミリリットルから112グラムに変わったみたいな、なんかステルス値上げみたいなのを聞いたんですけど、そうそう、あの112ミリリットルから112グラムにすると実質マイナス5ミリリットル減ってる計算らしいんですよみたいな。だから表記上の112っていうのは全く変わってないんだけど、実は量減ってて値段据え置きだからステルス値上げみたいなとか、コンビニ弁当も今なんかその底、この底の形の部分をボコッと盛り上げて、その平らじゃなくて、平らの深皿じゃなくて形を山盛りにして、でご飯が少ない量で盛ったように見せるみたいなそうそうそう、こういうのもあるんかなこれ、そうそうそう、そういう企業の涙恵ましいなんかステルス値上げ、
企業努力があるみたいな、なんかそういうニュースを見たんですけど、マジ高い。なんもう本当最近のコンビニ高すぎてビビる。そうっすよね。俺だって普通に今日これも160円ですからね、このおにぎり。まあ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 、昔はだって100円とかでしたよね。120円とか160円かと思って、うん、うん、っていうので僕たち給料も上がらないくせに値段もバカ高いから、そのあんま物増やせないよねっていう、もうそもそもお金使いたくないし、うん、コンビニ弁当だいたい600円しますよね。そうそう、僕のイメージコンビニ弁当って、まあ、高いやつで500円とか498円とかなんか、うん、それくらいのイメージ、500円以下ぐらいのイメージだったけど、まあ、普通に600円650円とかする弁当あるから高いと思って、うん、あとなんかびっくりしたのがめっちゃちっちゃい弁当、もう270円300円くらいの、もうなんかあの高菜、サバと高菜が乗ったちっちゃい弁当みたいな、肉そぼろ弁当みたいな、めっちゃちっちゃいのが300円とかで、うん、まあそういう小ぶりな小サイズとかでてますもんね、うん、とかある。あれなんか弁当箱の今箱ってなんか白くなってません？セブンイレブン、その、まあ、SDGs の観点もあるけど、そのプラ、これ黒い、まあ、一般的に多分弁当の箱って黒色に着色してるんですけど、この着色料分値段もかさまるし、まあ、SDGs 的な観点でインクの使いすぎ良くないよねっていうので、なんか白いパッケージがメインになってたりしますもんね。なんか、まあ、ちょっとあれ安っぽいよねいやまあしょうがないんだけど、まあ、別に僕白好きだけど、白いパッケージのやつも清潔感あって、なんか黒から白になってて、そうそうそう、うん、大変な時代になりましたね。まあ、戦争もあったりとか、どんどん物価が高騰して、うん、災害やら値上げやらミニマリストが生存戦略、いや本当にそう、マジでそう、僕はミニマリズムは最強の生存戦略だみたいな、なんか多分本に書いてると思うんですけど、そうなんですよね。まあ、コロナ禍もそうでしたよね。コロナ禍でずっと、まあ、要は密、三密とかいう言葉が流行りましたけど、まあ、要はあの時ずっとおうち時間でステイホームも強制されてっていう時に、家が散らかってると引きこもれないじゃないですか。そうそう、なんでみんな家に帰らないかっていうと、まず家の居心地が悪い、散らかってるとか、まあ、家族と仲悪いから帰りたくないとかもある、あるだろうけど、大前提家が散らかってたり居心地悪いと引きこもれないから、東京都知事がこんまり先生をね、日本に呼んで、で YouTube チャンネルを日本語向けに作らせて、でステイホーム中にこんまり先生の片付け動画を見てくださいみたいなのがあったのもしかり、やっぱね、物も人もぎゅうぎゅう詰めだと居心地悪くなるしとか、まあ、もっと最近も石川の地震ありましたけど、やっぱりあのね、特に日本においては本当に物多い住居スタイルっていうのはもうリスクが高いんで、災害で物に押しつぶされる、逃げ道が塞がれる、でもっと言うと防災道具持ってない1位の理由っていうのは、防災カバンを置くスペースがないっていう、みんな無駄なものはたくさん持ってるくせに防災カバンを置くスペースないみたいな、そうそう、っていうので、防災カバンっていうのはある程度物減らした人じゃないと持てないというか、まあそれこそ逃げ道に置かないといけないから、人によってはベッドに置いてるとか、その僕で言うと玄関ですね、玄関に置いてるとか、防災カバンもね、物が多いと大体物置、押し入れの奥とかに行っちゃうけど、それって非常時に持って逃げ出せないよねみたいな。僕も去年2年前に福岡で地震があったんですよ、震度4の、まあ、そこそこ大きい地震が夜の1時とか夜の深夜1時、もう寝袋にくるまって寝る直前準備してる時にいきなり震度4で揺れて、で結構そうそう、 iPhone の警報が、 iPhone のアラームで地震警報になって、もう5秒10秒ぐらいには警報鳴った瞬間バーンって揺れるみたいな、その5秒10秒でそんな逃げる準備とかできないじゃないですか、普通はね。
まあでもある程度僕はもう玄関に持ち物あるなっての分かってたから、もうその警報鳴った瞬間に寝袋ごと体に包まって玄関の方を逃げてみたいなしましたけど、そういう判断とっさに逃げるためにはやっぱりちゃんと防災カバンを逃げ道に作っておいてとかもそうだし、そうそうそうっていうので、やっぱミニマリストがその日本においては特に一番災害に強いライフスタイルなので、でもっと言うとまさっきの値上げですね、もう値上げも凄まじいんで、逆に言うと値上げするってことはちゃんといいもの持っとけば売るときのそのものも上がる。僕はなんか少数精鋭でみたいな話をよくしてますけど、そういう値段がつくアップル製品とか、まあ、ちゃんと値段が高くても数より質重視でいいもの持っとけば、まあ、売れるときにも値段つきやすいよねみたいなっていうときにも、まあなんすかね、値崩れしづらくなるんでちゃんといいもの持っとくと、うん、っていうのでハーゲンダッツ食います。おにぎり食べ終わったんで、お弁当はまた明日の朝かちょっとまた寝る前に食べます。よいしょ、ハーゲンダッツ冷蔵庫一緒に行きますかね。そう、まあ、途中から見始めた人は今こういう感じのエミール・ナキジンというホテルに来ておりまして、ホテルの料金にハーゲンダッツが含まれてるんですよ。でこっちに行くと冷蔵庫です。じゃじゃん。でここからここにハーゲンダッツがあるんですね。なんとちょっと待ってね、ここに冷蔵庫があって、ハーゲン、片方しか食えんな、さすがに。こっちですね、僕はクッキークリーム派なのでこれを今からいただきます。スプーンもちゃんとある、ありがたい、いただきます。やっぱハーゲン久しぶりに食うな。はい、ハーゲン食べます。ハーゲンダッツは抹茶かクッキー&クリームが好きですね。ちょっと、待ってくださいね。iPhone を自撮り棒に取り付け中。バニラか。まあ、バニラ僕正直あんま好きじゃない。いや、まあ、バニラ別になんか。あでもストロベリーよりはバニラの方が好きかも。あ、これさ、いちご好きじゃないんですよ僕実は。そうそう、さっきストロベリーかクッキークリームで迷ってる感じしたけども、僕そもそもいちご、普通のいちごは好きじゃないんですよ。生のいちごも、まあ、出たら食べるけどお金払って食わないみたいな感じですね。っていうので、はい、うーん、思いつくハーゲン、まあ、クッキー&クリームか抹茶が僕の中でナンバーワン。時点でチョコレート系、時点でバニラ、最下位ストロベリー。僕いちご好きじゃないんでそもそもっていう感じかな。 あとあれが好き、ハーゲンだとサンド、なんかクッキーサンドみたいなキャラメルがあったと思うんですけど、あのキャラメルは好きかなっていう感じです、僕の中のハーゲンダッツのイメージは。はい、メルカリでハーゲンの蓋が売れるときだそうです。僕の過去の YouTube でミニマリスト支部メルカリ売れるものとかで調べると、メルカリで売れる意外なもの何選みたいなっていうので、ハーゲンダッツいただきます。はい、あ、ガチガチに硬くない、なんか温度調整多分あれなんだろうな、冷やしすぎない設定にしてる気がする。もうサクッとくるな。じゃあクッキー&クリームいただきます。そのメルカリでハーゲンダッツの海外ですね、海外版の蓋が売れますね。なんかほらピンクのミーさんもスタバのカードのギフト券、スタバのギフトカードとかコレクションしてたじゃないですか。あんな感じでそのパッケージ
ハーゲンのパッケージをコレクションしてる人が世の中いて、で例えば、まあ、フランスアメリカとかなんか分かんないけど海外のハーゲンダッツ食べたら蓋取っとくと実は売れるっていう。そうなんですよ。いただきます。ほ、うん、うまっ。クッキーが入ってる系の食感って分かります。僕もザクザク系好きなんですよ。オレオとか、あ、なんかサーティワンとかだとなんかオレオクッキーみたいなのが好きですね、うん、僕も食感ザクザク系が好きです。よいしょ、うん、あとなんだっけ、メルカリで売れる意外なもの、あとどんぐりとか、母親がどんぐりを登山するときに拾って色着色して売ってるみたいな話をしたと思うんですけど、渋メルカリで売ったというかな、メルカリで売れる意外なもの、どれだ、あ、これだ、メルカリで高く売れる、メルカリで高く売れる意外なもの10銭。すごい。37万再生もされてる。てかそもそもこのサムネが懐かしいもん。これ4年前、僕が YouTube 始めた頃のサムネなんですけど、この文字バンってやってる感じが、今じゃ絶対ありえない、ミニマリストとほど遠い感じのごちゃごちゃしたサムネ。まあ、あえてこれ修正せずに残してますけど。うわ、夏。ほい。ちょっと待ってね。懐かしすぎる4畳半の家。うわ、なんか次引っ越す家、こういう家がいいな、なんかもう。あの、マジで、僕の中で歴代ナンバーワンの物件は実はこの4畳半の家なんですよ。この家。この4畳半はマジで狭さを感じない。この出窓があって、ほら出窓、ローテーブルの出窓があって、そこで喋ってるんですけど、これ細渋の時代ですね。まだガリガリだった頃、ひげ脱毛もしてなくて、ひげが濃い頃の僕。確かね、思い出した、片耳だけのイヤホンって売れるんですよ。そうそう、ワイヤレスイヤホンですね。ワイヤレスイヤホンって特に AirPods、片耳だけなくしたとか、あとバッテリーのこのなんですかね、ケースだけなくしたみたいな人がいるから、意外と片っぽだけでも売れたりするんで、そうそう、意外と売れますとか、リモコン、あのエアコンのリモコンとか多分紹介してる。リモコン手に持ってますけど、リモコンは意外と売れるよみたいな話をしてますね。多分リモコンだけ紛失した人が買うから。すごい、これなんと2600円、これ2600円で売れてますね。メルカリでリモコン私も買った、やっぱいるんだね。リモコンがないパターンって多分なんかあるんでしょうね。なるほど。とか、まあハーゲンダッツの蓋もそうですよね。あ、これ、あとこれ、ちょっと待って、シーグラス、なんか海で取れる、ちょっと待って、あとこれすごい、赤本、あの受験の赤本、これ6冊セット12,000円。まあ赤本高いっすもんね、うん、特に私立大学の赤本とかクソ高いから。ちょっと待って、ハーゲンダッツの蓋できたって感じで、結構そうなんですよ。すごい、これちょっと待って、このハーゲンダッツの蓋3000円ですよ。2990円。え、どこ、これどこの国、台湾のハーゲンダッツはフランス輸入らしく、そうそうそう、
ハーゲンダッツの蓋2999円って高っ。まあ、まあでもね、わざわざ台湾行って買うよりは安いですもんね。すごいな、そんなコレクターがいるんだと思いますけど。リモコンは10R。 そうそう、うん、意外と売れるんですよこういうのは。はい、ちょっと待ってよ、あとね何が、あ、これちょっと待ってよ、あとユニクロの服かな。あのユニクロの服は意外と売れますね。一応メルカリで一番取引量の多いブランド、アパレルブランドはユニクロ。まあそりゃそうだろうとか、そもそもユニクロってアパレルブランドって分類していいのかちょっと微妙なライン、ファストファッションじゃないよと思われがちなんですけど、まあでも今のユニクロってそんな安くないですからね。まあ安いけど、まあ GU とかの方が安いし、値段で言うと。まあユニクロも今結構値上げしたから、なんかなんだっけ、スウェットとかなんかフリースとかなんか一気に1000円ぐらい値上げしましたよね。結構値上げしたなと思って、まあまあしょうがないけど。そうそう、ユニクロもなんかもうそんな気軽にポンポン買える値段でもなくなってるから、うん、っていうので、ユニクロ、まあ僕もユニクロの服メルカリで買いましたもんね。あと、まあ、値段が安いものをさらに安く買いたいっていう需要もそうだけど、あの僕ユニクロで一時期ダスターコートっていうレディースもののなんかロングコートを着てたんですよ。真っ黒の黒いロングコート、ユニクロ U コラボのやつですね。今ユニクロ U ってなんか普通に定番で売ってたりするけど、確かユニクロ U のファーストの商品だったかな。ユニクロ U っていうラインナップが始まって、で一番最初のラインナップで出てたなんかダスターコートっていうのがあって、そうそう、それを気に入って着てたんだけど、なんかボロくなって、でもう一着同じの欲しいなと思ったけど、もう売ってないしなみたいな、ユニクロ U のものだしっていうので、メルカリでわざわざユニクロの服買いましたもんねみたいな。お気に入りの型番の服を、まあ、リピートしたいみたいな、まあ、結構ミニマリストの人お気に入りの定番アイテムをリピートしがちだと思うんですけど、まあ、そんな感じでユニクロの定番品をもう一回リピートしたいみたいな時に、そうそう、まあ、ユニクロの定番品、例えばなんかこうエアリズムコットン T シャツとか、なんかそういうずっと通年で売ってるものも中にはあるけど、まあ、基本やっぱワンシーズン経ったら販売終了したり、まあ、型なんか微妙にシルエットとか素材感変わって販売されたりとか、やっぱ全く同じものをもう一回リピートして買いたい時に、まあ、メルカリが意外と役に立つっていうので、そうそうって感じかな。はい、あー、うん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 、って感じですね。はい、これか、ちょっと待って、あと最後もう一個だけあった、これ見せたい。シーグラスっていう、まあ、海に落ちてる石ですね。ちょっと画像が出てこんな。とかも高く売れるとか、あと僕の母親がどんぐりを拾って、でクリスマスリース、これか、まあ、どんぐりって売れるんですよ。で図画工作とかをするときに、まあ、例えばクリスマスシーズンだったらクリスマスリースを作るようにどんぐりを緑で塗って売ったりすると、これか、あ、もうこれ表示してない、そうですね、売れるっていう話です。はい、よかったら見てみてください。うんうん、食べそうで食べない、そう、喋ってるとそうなんですよね、ちょっと食べづらい。はい、食べ終わりました。あとちなみに一時期これメルカリで定価より高額転売されてました。この僕のレスイズ JP のお財布ショルダー、この間違いないやつ、初代のモデルはなんか発売したらすぐ売り切れて、でその定価が確か7800円とかだったと思うんですけど、薄いお財布ショルダーっていう商品、なんか定価より高く1万円とかで取引されて買われてましたね。とか、まあ、それはでもブランドのあの立ち上げ人としては嬉しいですね。
まあ、そんだけ自分のブランドが定価より高く売れてるっていうのは価値がついてるっていう証拠だから、まあ、それ嬉しかったですけど、なんかそうですね、やっぱりそういうレスイーズとかでもすぐ完売になる人気商品とかは一部そうメルカリで転売されたりとかしてました。ちなみにこれは1万800円ですかね、この町あり版は。町なし版が3000円くらい安くて、町あり版が1万円みたいな感じです。まあ、僕はこっち気に入って使ってますかね、まあ、割と今、まあ、割とみんなにおすすめできる少なすぎず多すぎずな物量なので、はい、ですね、薄いの使ってます、ありがとうございます。っていう感じですね。ハーゲンダッツも食べ終わったし、ぼちぼち終わろうかな。なんかいい面白いコメントがあったらちょっと拾ってみて、盛り下がったら終わります。もう3時間やってる、はい、ですね。はい、っていう感じでちょっと終わろうかな。まあ明日もやります。明日のお昼11時からも配信やるので、まあちょうど平日の昼なんで見れない人も多いと思うんですけど、アーカイブ残しておきます。であと繰り返しになりますけど、まあ、2月7日東京代官山でイベントやるので、ぜひとあの物減らし相談会個別で僕と Zoom を使って60分無料面談できるっていうのが、あの概要欄の LINE から僕を友達登録して物減らし相談会って打ってもらったら、あの一応日程調整のスケジュールを送るので、まあ、早めに予約してもらって、ぜひ僕といちいち喋りたい人は概要欄のリンクからお願いします。という感じで、まあ、最後じゃあちょっと軽く散歩しながら終わります。以上、エミール亡き人沖縄のミニマリストホテルからお届けしましたという、はい、物減らし相談会、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ではでは、おやすみなさい。